FM 93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザ・ラディオショー、東隆弘さん、黒沢和子さん、お疲れ様でした。そして日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。火曜パート内席スタート山崎圭です。はい。そして今日は花さんがお休み、また育休ですということで、はい、今日は相席スタート山添くんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スペシャルパーソナリティ、いや大役ですね。来てくれました。なんか先お聞きしたら、ね、花輪さんだけいない時が初めてらしいですよね。ラジオショーでは初めてかもしれないです。でもここのポジションって、うん、もう本当にあのわけわからんこと言っていいポジションなんですね。そう思ったらね、そういうわけわからんこと言っていいポジションなんですね。そう思ったらね、そういう認識だった。ありがたいです。ありがたいです。ありがたいです。一番やりやすいです。やりやすいです。はい、やりやすいですか？その席が一番。やりやすいんですか？いやいや、もう聞かれてますけど急に。ね、こういうことをいっぱい言ってもいいんですもんね。どういうイメージだったんですかね、花輪さんの。そういう認識で来てたんだね。いや助かりますよ、うん、でも。いやいや、ね、嬉しいです僕は。ありがとうございます。でも今年だけでもう何回もね、はい、山添くんにも結構来ていただいてますよね。来てもらってるけど、はい、もう忙しくなってきたからさ、山添くんが。いやいや、とんでもないですよ、そんな、ね、もう来てくれないのかなってちょっと思ってた。私も思ってました。来てくれないんじゃないかって、ね、でケイちゃんもだけど心配だったでしょ。ケイさんはどういうモードなんですか。変に予想しないです。ナイツザラジオショーの時だけ、うんうん、K さんが本当になんかね、うんうん、相方っぽく見えないんですよ。あ、そう、はい、本当に番組のアシスタントの女性の顔するんですよ。そうです、そうです。それが感じてますよ。最近ご活躍でいらっしゃって。ええって。そういうなんか品格上げようとしてるのか知らんけど、ね、その山添さんのプロフィールもね、あのね、っつって読み始めそうな感じの力。山添寛さんは山添圭さんと、あんまり知ったらあかん人なんかなって思うんですよ、その雰囲気。そうなんだ、うん、そういう感じにやっぱ映る、なんかね、ちょっとこう背筋伸びてる感じというか、まあナイツさんと一緒っていうのもあると思うんですけど、いやいや素晴らしい、いつもでパートナーですよ。いやいや、そんなことないですよ。男と女のあれこれですか。いや、それはちゃんと把握してる。俺聞いてないって言いつつ、うん、男と女のあれこれはちょこちょこ聞きに行っても知らないでしょ。それだけ聞くの好きなんだ。ケイちゃんのコーナーは好きなんだね。オープニングトークと男と女のあれこれを楽しみに聞いてる。なんでそこだけ聞くの。来るたびに聞きそうですって言ってたから、うん、聞いてないのかなと思ったけど、こっそり聞いてくれてたんだね。でももうどうですか、もう最近忙しいから山添、ね、そんなことないですよ。ただ月曜日と火曜日が、うん、確かにね、夜遅いんですよ僕。あ、今日ずっとつながってる感じよね、朝からこうずっと。でラビットがある日はもう月火がつながるみたいなイメージですね。火曜日にラビット出てるのか。結構出てる、ね、基本火曜日出てるもんね。じゃあ今日もラビット終わりで、はい、あ大変だそれは。ねえ、ね、でもなんかラビットそのゲストで出させてもらってるんですけど、うん、2週3週出てへんだけで、うん、DM でそのいよいよできんかとか、追放されたんですかとかめっちゃ怒られたんですよとかめっちゃ来るんですよ。レギュラーじゃないんだよ、ね、レギュラーじゃないんですよ。そうなんだよね。これだ、あの絶対認めないですもんね、ダビット側もね。ミキがゲストの回が好きですって言われたこともあります。ミキがレギュラーで僕がゲストなんですよ。なのに、はい、なんかこうちょっと出てないだけで、はい、干されたのか、干されたのかみたいなニヤニヤしたっていうのが来ますね。すごいよね、なんでこんなにもういつの間にか、うん、ラビットもそうだし、ラビットはそうですね、悪態つ、悪態ついてか、そうですね、はい、こんな芸風になるとは思いもしなかった、思わなかったでしょ、ですね、まあ、ケイちゃんも、まあ、根っこはあるんですけどね、まあ、そのクズみたいな、ね、そう借金キャラは、うん、まさかこんな風になるとはもう本当に思いもしなかったんで、ケイちゃんもそうなんだ、はい、なんか俺はもう本当に自分見る目ないなって思ったのが、うん、はい、初めてやっぱ山添君を見た時に、うん、なんかやっぱ申し訳ないけど、はい、そのじゃない方芸人としてすごく親近感を持って、あ、いい子が出てきたんだ、一緒にアメトークも、その後そうすぐ、はい、アメトークも、はい、じゃない方で、はい、呼ばれたでしょ、はい、でその時も、うん、なんかあの、まあ、山添君は多分一番若かったんだよ、はい、若手、そうですね、若手 で、 で、 す、ね、でも俺の隣に濱家君とかいて、なんかちょっと違うなってって、濱家さんそのもうその時から、うん、感じてらっしゃった、そう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 、おかしいじゃんって、うん、ここに、うん、なんかちょっと違うなっ
って、濱家さん。もうその時から、うん、感じてらっしゃったんですか？そうそうそう、おかしいじゃんって、ここに濱家くん。絶対人気出るじゃんって。うん、もうなんかその、若林、はい、その大吉さんとかのラインをもう狙ってもう濱家くん置いてるなみたいな感じすらしちゃって、うん、じゃなくなかったんですね。そう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 、じゃなくないのにすでにもうそのじゃない方から育っていくよみたいなのをもうなんか感じてちょっと違うなと思ってた、はいはい、でも一番端っこにいる山添くんにはすごい安心感こいつはもう筋金、この子はもうずっといてくれると筋金入りのじゃないぞずっとここに俺とロバートの山尾さんと一緒にずっといてくれる子なんだって思ってたから、もう今もう逆に完全にそこじゃん、もうそっちの方にも若林くんとかの方に行きそうな感じすらするから。そんないいもんじゃないですよ、僕だって若林さんとか浜田いいもんじゃないですよ、僕だって若林さんとか濱家さんとか土屋さんみたいに、うん、その、ストレートな、うん、素敵男子として世に出たかったです。素敵素敵大人男子として。素敵大人男子。男子として。最初はじゃない方って言われつつも、うんうん、実はできるみたいな。うん、その、俺はそんなんじゃない。その、まっすぐの路線あるじゃないですか。うんうん、実力あるからこそ、上がってきはる。実はね、そう、まあ、山里さんとかもそうだもんね。そう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 。そっか。そうだね、うん。その路線に行きたかった。なんか、横道それて、うん。違う形ではあるね。そうだね。はい。若林くんとかの路線とちょっと違う形で今人気出てるか、うん、そうですね、素敵男子ではないね、素敵男子ではないですよ本当に、うん、素敵男子ではないですね素敵男子っていうジャンルなんですか若林さんとかって初めて聞いたんだけど何素敵男子って素敵男子ってジャンルあの先輩方は素敵男子素敵男子なんあ、そうだったんだ、そうやって見てたんだね、引けてしか笑いを取ってませんそんな感じじゃなかったんですけど、ね、そうだね、あとゴネルでしょ、ゴネル、こうあのウォータースライダー飛ばないとか、ゴネルやっかみ、うん、やつあたりですそれがでも今時代にハマって、なんかちょうどいい、ね、ちょうどいい火加減で、そうなんですかね、ご時世には全く合ってないですよね芸風は、でもそれがなんかいいのかな、誰も傷つけたらいけないし、温かく生きないといけない、好感度命の芸能界になってるじゃないですか、まあそうね、よう出れてるなとは毎回思いますけどね、逆にだから求められてるのかもな、まあでもなんかパッと見やっぱ爽やかで、うん、なんかこう悪いこととか普通はしなそうに見えるんですけど、うんうん、やっぱ遅刻とかも多いですし、あ、まあ、今日もだってやっぱそこなんだ、ちょっと遅れてきましたよね、そうだね、あ、ついてはいましたよいやいや、ついてってもダメなのよ、15分について、うん、喫煙所に言いました、でもダメなのよ、15分について、うん、喫煙所に言いました、タバコ吸ってたここに来たら20分ぐらいでしたよね多分喫煙所のところに、うん、ナイツザラジオショー山添寛様って書かれてましたね、いやそんな、あそこ楽屋じゃないからあそこ楽屋じゃないのよ、控え室で用意してないですよ、あそこは別に、うん、ややこしい作りですね日本放送いやいや、作りシンプルよ、すごい同じで明らかに喫煙所ってとこにあるから、うん、紙が貼ってあったように思ったんですけど、出ないですからそういうところはやっぱ変わんないんだよね。そうですね。そんなすいませんって感じでもなかったですね。全然なかった。私はやっぱ、うん、来ないの15分にと思って、うん、一応来てほしいなと思うじゃないですか、うん、その自分たちのラジオだったらいいんですけど、ね、で入ってきて20分ぐらいに、うん、なんか、おはようございますみたいな感じだったから、あ、おはようございますかと思って、一個前の時間、一応調べたんですよ。その前の仕事のあれかなと思って。あ、そうだね。その間結構空いてたんで。で、1時間半ぐらい時間潰してから来ましたよ。いやいや、その顔で、そのテンションでのおかしいじゃん。そんな。そんなじゃなくて。そんなじゃなくて。ナイツザラジオ、そんな。そんなじゃなくて。そんなじゃなくて。ナイツザラジオショーに合わせて1時間半ぐらい時間潰してきましたから、ちゃんと。じゃあ、これだ。だって時間、ね、時間は入りは分かってるでしょ、何分もちろんもちろん。分っていうのね、もちろんもちろん。それにちょうど、はい、まあ、間に合えばいいじゃない、ぴったり間に合って。アピールしたいですね、普通の人だったら時間に来た、うん、荷物だったところに置いてとか、そうそうそう、その喫煙の時間も逆算してくるよね、うん、普通はね、うん、でもなんかこう入った時皆さんもちょっとわきあいあいとお話しされたじゃないですか、うん、あ、これ邪魔したらあかんなとは思っていましたね、うん、やっぱりナイツザラジオショーの空気は大事にしたいと思ってるタイプではあります時間のなんか感覚がやっぱちょっとずれてるっていうか、この前もそのおかずクラブと、うん、あの小畑のお兄さんとうちらの3組で営業があったんですよ、うん、で車の帰り帰り道で、ね、思ったでしょ、いや俺計算マジで怒ってると思った、うん、帰り道でね、あの3時間半ぐらいかかったんです片道で、2カ所サービスエリアによりますねって話だったんですよ、うん、でなんか楽しそうなサービスエリアみたいな話をしてて、うんうんうん、でじゃあ
止まりました。じゃあ15分休憩しましょうって言ったら、うんうん、山添がその後輩、私以外の後輩にね、蕎麦食べたい人って言ったんですよ。うん、15分で蕎麦って思ったけど、うん、まあまあ、あの、フードコートみたいな方だったらいけるかと思ったんですよ。あれ、フードコートの方じゃない方の蕎麦屋行った？フードコートの方に行った？フードコートの中に入ってるお店みたいな。普通のちゃんとしたお店でしょ、はい、なんか、普通の店舗が入ってるパターンのサービスエリアあるじゃないですか。うん、あるある。そっちに入ってったんですよ。おー。こっちのサービスエリアのなんかフードコートみたいな方じゃなくて。早い蕎麦があるのね。そう、うん。こっち15分で絶対行けないけどなって私は思ったんですけど、私はやっぱすごい真面目なんで、うん、ルールを守りたいんですよ。15分って言われたら、うん、多分遅れてくると思ったんですけど、うん、でもちゃんと15分以内に戻って、待ってたんですけど、やっぱ、のスタッフの方も、うん、ちょっと皆さんご飯を食べに行かれたんで、15分で戻ってこないと思いますって言われて、うん、まあ、そんな予感をしたんで、うん、で、待ってたんですよ。うんうんうん、そしたらみんな、つって、スタバ渡してきたんですけど、いえ、スタバ行ってるじゃんとも思ったんですよ。そばの時点で絶対15分過ぎてる。間に合わないのに。そう。そプラス。で、いや、すいませんでした、じゃないよって、ね、私は思って。そうね。でもやっぱ私がちょっとイラッとしてる感じだと、後輩たちからすると、山添さんは優しい先輩で、うん、私はやっぱ嫌な先輩にちょっと見えるじゃないですか。うんうん、やっぱでもルールって守んなかったもん勝ちなんだよなと思って、その時に。あれね、蕎麦入って、うん、スタッフさんに言われなかったですか、うん、すぐ、うん、あ、これ多分間に合わなさそうやなってなって、うんうん、スタッフさんが、うん、さらに15分おそ、多いめに休憩してもらっていいですよって連絡もらったんですよ。それが、うんうん、ケイさんは聞いてないってことですか、うん、全然聞いてない。それがあって、あ、じゃあもう余裕持って食べれるなってなって、うんうんうん、その時間に間に合うように、うん、まだ時間があったからスタバ行ったんですよ。そうなの？そう。全然聞いてないそんな話。それ知らなかったんで、ケイちゃん。ほんで、買って、うん、あ、じゃあケイさんのも買って、知らなかったんで、ケイちゃん。そう。ほんで、買って、うん、あ、じゃあケイさんのも買って帰ろうって言って、うん、で、カフェラテ買って帰って、ケイさんどうですかって言ったら、私いらない。私はもう買ってたんですよ。もう飲んだって言って。そう。一瞬車内にピリッとして、うん、あ、すいませんって言って、スタッフさんに、あ、飲みますかって言ったら、あ、僕飲みますってなって、で、おばたのお兄さんとか、おかずくらもケイさんと話すんですけど、うん、なんかね、僕を睨んでる視線がずっとあって、絶対キレてる。絶対キレてるわって思いながら、すいませんって言ったら、社内で、スタッフさんと後輩がまだピリッとするじゃないですか。うん、だから、いや、これはもう、怒ってへんってことにしようって思って、俺はずっと前向いてたんですけど、うん、後ろから熱い熱だけ感じた。絶対切れてると思ってました。うん、それも、うん、だから普段から、はい、こう、ちゃんと時間守ってるやつだったら、うん、あ、そうですね。なんかあったんだなって、うん、ちょっとしたら15分また伸びたのかなとかって分かるってことだよね、はい、多分、ね。まあ、基本遅れて悪いんですけど、一個だけ、一個だけ言っていいですか、うん、K さんね、言う、じゃないですか、僕に。うん、その言う人ほどきっちりしてるわけではないんですよ。いやいやいや、でもそれがもやもやするんですよ。これね、時間結構守ってるんですよ。ね、これを言う人って俺で完璧にする人やと思うんですけど、ケイさんもちょこちょこ遅れるんですよ。そうなの、やっぱりね。いや、ね、申し訳ない。俺もね、それ言わないでおこうと思ったけど、はい、その月から木まであるでしょ、はい、一番ギリギリに来るのはケイちゃん。うわ、ずるい、うん、もうこれ、ただ上げるとこめっちゃあるんですよ。15分着を目指してきてるんだよ、私。いや、ジャストや。俺と一緒やろ。え、さっき俺は攻めてた人やのに。え、俺12時に入ってる人やと思ってた。そうなの。早く来ても、うん、やっぱ待ち時間があるから、うん、もう15分。え、さっきの俺と同じ顔して喋ってるやん。いや、でも私5分遅れてないから。15分いいで15分に来てる、うん。でもね、2、3分遅れることあるんだよ。ケイちゃんも。一緒。え、さっき俺は攻めてた人やのに。え、俺12時に入ってる人やと思ってた。そうなの。早く来ても、うん、やっぱ待ち時間があるから、うん、もう15分。え、さっきの俺と同じ顔して喋ってるやん。いや、でも私5分遅れてないから。15分いいで15分に来てる。でもね、2、3分遅れることあるんだよ。ケイちゃんも。一緒やん。いや、だからね、ほんと遅刻 0% の人で怒ってくるのだけが俺もやもやちょっとだけするんですけど、うんうん、でもまあ俺の方が多いから、よう言わんなと思ったんですけど、やっぱそうやん。そうか。あれですけど、ね。だって NGK 大師匠とかいる中で、完全な僕らの出番2分前に NGK 到着して、僕師匠方に、すいません、ちょっとご迷惑おかけしますとか言ってて、そんな遅刻間に合ったからいいじゃないがあるんですよ。そんなこと、その時は絶対言ってないよ。
あの時ばかりはマジ反省した。本番2、3分前さすがに。あれはマジでもう死んだと思いました。ね、MGK の出番で。そういうのも一回もない人の怒り方してるような人で怒ってきてへんって、ちょっとだけ俺の中にね、もやもやが。それは感じてたんだね。それはあるんすよ。あー、なるほどね。すいません、でも K さん、あのスタバね。いや、そう。でももし、あれ遅れてなかったら、あのスタバは飲んでくれました。いやでももう本当に飲んでたからなのよ。本当にもう一杯買っ、自分、私は15分以内に、あの買って、もう飲んでたんで。すいません、すいません。怒りのスタバお断りやと思ったんですよ。違う、本当に持ってたっていうのが一番最初だったけど、後からでも、ちょっとピリッとさせたかなとは思いました、後輩たちの前で。それはちょっとあるんだね。やっぱ相席だから、二人ともちょっとそんなに、そんなに、そう、だからあの、うちらからすると、そんなに変わんないのよね。ちょっと待ってください。ギリギリ1分遅刻ぐらいのケイちゃんと5分遅刻の山添だからね。こういう時絶対に山添良くないぞが、うん、になるんですよ、うん、もうそのイメージ通りですし、まあ単純にケイさんにも僕の方が多いんで、うん、これは伝わって嬉しい嬉しい、これ伝わって嬉しい嬉しい、これ一本前の電車に乗るか、次から俺レギュラーやったら12時にはついてるけどな。お、嘘つけお前。ポップアップの入り時間来たことないじゃん。10時半入りなんですよ。マジで、多分初回だけじゃないですか、来たことあるの。あ、そうなんだ。はい。基本10時45分入り。10時45分入りだと思ってるぐらい、10時45分ぐらいに行きますね。でも、あれ、11時から打ち合わせ始まるんですよ。K さん、10時58分ぐらいにトイレ行くのは俺ないと思います。11時から始まらないから。あるね。必ず出してくるね。俺ならそこで尿行こうへんけどな。K ちゃんが攻めようとしたらかなり持ってるね、なんか。奥の手を。おかしいなぁ。トイレも早く行こう。そうか、うん、まあ、でも仲いいわ、やっぱり相席ね。いや僕の方がね、やっぱね、うん、罪は重いんで。まあそうだね、うん、基本はね、基本、まあそうだね、そういうイメージだけど、うん、あの、多分世間のイメージよりは、うん、あの、花さんのがしっかりしてると。あ、そうなんだ。そうそうそう。もう本当にもう、飛んじゃって、あの、出番を、閉じちゃったこととか、はい、あるのは俺の方、どっちか。寝坊とかでですか？寝坊はさすがにないけど、そんな飲みすぎてとかもないし、うん、あれだけど、もうほんとただただ、忘れててとか。忘れてて忘れててって結構聞いたことない理由。寄せってね、はい、その、マネージャーを通してないから。あ、そうなんですか？基本ね、スケジュールが。へうん、うちの、そのマネージャーがこの送ってくれる明日はこういうスケジュールですみたいなのに入ってない時もあるのよ。なるほど。自分で管理しなきゃいけない。そうそう、基本ね。で、そのまあ、落語協会、芸術協会とのやり取りも花さんがやってくれてんだけど、それで寄席をこうスケジュール入れて、やり取りも花さんがやってくれてんだけど、それで寄席をこうスケジュール入れて、で、それで、この日何日入りますとか、この月は紙席入ります。1日から10日まで何十が入りますみたいなのが、ざっと送られてきて、それをこう自分で管理していくから、本当にたまにそれがこうロスしちゃってる時があんのよ。なるほど、なるほど。そうそう。それで忘れちゃったみたいなの俺の方が多い。そう。花輪さんめちゃくちゃきっちりされてるんですね。まあ、そうね。あんまり芸風的に言いたくないんだけど。確かに。逆っすもんね、イメージで言うと。笑えなくなってくるから。真面目に真剣にやってる花さんがちゃんとしてるって知れば知るほど笑えなくなると思う。花さんやっぱり思った通り努力家ですね。嫌なのやっぱり。そういうイメージになるんだよね。土屋さんもね、ツッコミに説得力がなくなってきますもんね。そう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 。空港とかね、新幹線とかもすごい早く行くって言ってましたもんね。そうだね。早く行ってるね。うん。私も最近は15分。早く行ってるね。うん。私も最近は15分。新幹線は15分前って思ってるんですけど。あ、本当。その前は10分前だったんです。もうギリギリだったんですけど、もう考えられないって。もっともっと早く行かないと不安だって言ってましたね。ああ、そう、花屋さんはね、うん。何して過ごされてるんだろう、早めについて。ね、乗れないしね、すぐ新幹線来てても。ね、そうそうそう。うん、ここだってもう結構早く来てて。ああ、確かに。なんかその辺、プロントとか歩いたりとかしてるし。前ね、喫茶店がある時はずっと喫茶店にいたし。その時に何話そうかなとか、いろいろきっとこう、想像してイメージされて本番に向かう。やめましょう、そういう話。すごいなぁ。努力。努力。行き当たりばったりで。破天荒で。いやいや。それは、花輪さんのことを土屋さん、軽んじすぎてます。努力の塊ですよ。どっち側なんだろう。
立場でやってそれは。いやそうだから、うん、今俺がの方がやっぱ抜けてるな、うん、メガネ忘れることとかもあるし、まあ、そうそうメガネ忘れてるな、うん、メガネ忘れることとかもあるし、まあ、そうそうメガネ忘れたら花輪さんがプライベートでかけてるその伊達メガネを借りてぐらいですね。そこはあるかもしれない。さあねメールもねいっぱい来てるんですよ、はい、今日は山添くんということで、はい島根湖聖火さんね、うん今日のピンチヒッター山添さんは、うん番組公式ツイッターが放送前に公開する告知写真のクオリティに対して、うん、とても厳しいことで知られていますが、うん、今日のラジオショーの告知写真はどうでしたか、うん、撮り直した方がいいですか、うん、その告知写真のクオリティに厳しいって何なの僕気づいたんですよ、うん、あのね TBS ラジオとか、うんバナナマンさんのラジオ、うんハライチさんのラジオ、おぎやはぎさんのラジオ、うん、めちゃくちゃおしゃれな写真で今夜何時からですっていうのがツイッター流れてます、うん、そうなんだそうなんですよ、うん、あれやっぱ聞きたいなって思うんですよ、うん、でそれにいち早く気づいたのが、うん、宣伝のされ方やと思って、うん、あまりに僕がラジオ大阪でやらせてもらってる番組の宣伝写真が誰も聞きたくならない写真なので、うん、なんでそういうところに気づかへんねんとあのあれでしょ黒塗りのところ黒塗りの本当もう犯罪者みたいな写真こんなんで誰が聞きたなるっていう話をしたんですよ、うん、あなるほどね、はい、ラジオショーのクオリティは普通です、うん、普通ですか、はい普通なのに、うん、こんなに人気番組って、うん、よう頑張ってはるなという印象です評価してくれてる評価してくれてた、うん、あそうなんだ写真変えたらもっと聞きたくなる、ね、他の番組の、告知写真とかちゃんと見たことあんまないおしゃれなんおしゃれなんだおしゃれってどういうそなんそスタジオのこの何インテリアとかの問題じゃなくていやそういうわけじゃなくて写真の撮り方が、うんうん、場所はスタジオの中なのみんなスタジオの中とか前室やったり、あはい、今出します。かっこいいってどういう感じなんだろう。普通にスマホします。かっこいいってどういう感じなんだろう。普通にスマホで撮ってるんだよねでもね多分ね。そうですそうです、うん。こういうのとかね、うん、向かいの喋り。かっこいいでしょ。何そのライトの当たり方。このパーソナリティのお喋り聞きたいなって思うじゃないですか。これねもう正直ね写真が命なんですよラジオって。写真が命。トークなんて二の次三の次やん。いや錯覚なんで。斬新。ラジオは写真ですよ今の時代。これかっこいい。かっこいいね。この写真の番組ずっとあーって言ってたって視聴数伸びますよ。うん、伸びるか。あーって言ってたみたいな。かっこいいね。かっこいいですよね。なんだろう、これなんかうつむいた向井くんこれ、うん。向井さんです。向井くんの、もうなんかもうちょっと暗さとかもね。なんかおしゃれだね。パネルとか持ってないですね、この番組みたいに。全然違くない雲型のもくもくしたあの。うちはこれでも普通なのかなその雲型のね。雲型の。全然違くない雲型のもくもくしたあの。うちはこれでも普通なのかなその雲型のね。雲型の。吹き出しみたいな。雲型の吹き出しみたいなやつ、ラジオショーパネルを持って。こういうの持ってないんですね、もう。そうなんだ。みんなこういうの持って撮ってんじゃないの？毎回記念撮影みたいにやってるけど。イエーイじゃないの？こんなん、恥ずかしいと思ったんですよ。みっともない。え？ラジオショーの後ろのショーのとこに笑うって入ってる。こういうのじゃないの？え、でも世代限られますって。そう。しんどいしんどい。これが一番ね、おしゃれで最先端かと。ね、なんとか華やかにしよう。お前もバカにしてるだろ。暴れた。ゆうちゃんが一番バカにしてた。僕の番組もこれですよ、クオリティ。何やってんの誰が聞きたくなるんですか観葉植物活用。黒塗りの防音室で。はい、何やってんのこれは。観葉植物担いでるだけです。正面向いて。そうか、やっぱ大事なんだよな、大事です、写真。ちょっとこのなんか今の向かいが、そうですね、はい、いいなと思うわ、ね。誰がどうやっていつ撮るんだろうな。なんかこの人が話す声、民音で聞いてみたいって思うじゃないですか、もう向井さんの写真。そうだね。ナイツ・ザ・ラジオショーのこのプレート。なんかこの、ここの番組のパーソナリティ、唾飛ばすんやろなとか言う恥ずかしくなってきたぞ。3年目にして、いよいよ。恥ずかしくなってきたか、これ。時代は変わってきてます。あ、そうなんだね。はい、撮りますよじゃなくて、こう自然なところをこう撮ってもらうのがいい、ね。そうそうそう。かっこいい。そういう感じだね。確かに。たぶん。土屋さんがアイス食べてるところとかいや、ちょっと違うから。いいっすよ、いいっすよ。あれと一緒だね。あれみたいな感じで、ちょっと影つけて、陰影つけて。あ、いいっすよ。お昼のアイスで出る、その感じ、その雰囲気。オフの土屋さんの雰囲気見れた。うん
ていう嬉しさとかね。確かにね。そういう花輪さんの私服おしゃれだとかね、うん、あれとかがさらっと出るのいいじゃないですか。なるほどね、はい、さりげなく撮ってもらうのがいいんだ。ちょっとそういうの狙っていこうかじゃあね。パリこの番組、ね、そうだよ、はい、でもやっぱちょっとやっぱターゲットが違うんですよ、はい、うちらの番組ってどういう方々がこの番組どういう方々、まあ大体その、うん、あの火曜日はね、はい、あのドラマの話なんかするんですけれども、うん、はいはいはい、それもまあなんか、まあ、他のね、ちょっとおしゃれな番組とかだと今サイレントとか、はい、流行ってますよね、ワーストン向井くんとか、ね、はい、そうなんかね、そういう話題じゃない、うん、はい、こちらの番組はずっとこの一橋桐子の犯罪日記、これめっちゃおもろいの、この NHK の番組をあのこれのトークずっと花さんが話すたびにそこのプロデューサーの人からとか、はい、お手紙をいただくんですよ、で NHK のそのなんかやり取りしてたら、はい、何 この間花さんが、はい、その一橋桐子店みたいなと愛宕、ね、山に行って、はい、なんかこう見てきたと、うん、ほうほうほう、そしたらまた今度プロデューサーの人からメールが来て、はい、ちょっと花信之様、山崎圭様、はい、いつもお世話になっております、うん、先週先々週とお手紙を送らせていただきました、うん、一橋桐子の犯罪日記プロデューサー宇佐川です、うん、すげえ、一週だけでなく二週続けて私どもの手紙を読んでいただき、うん、恐縮とともに感動で胸がいっぱいです、うん、また日本放送さんの懐の広さにも敬服しております、うん、本当にありがとうございます。さて、花輪さんが10月26日水曜日に NHK 博、うん、放送博物館へと足を運んでいただけたことを知りました、はい、うん、しかし非常に分かりづらい場所にあるせいで営業時間までに間に合わず、うん、そればかりかパーキング代に1500円もかけてしまったとちゃんと聞いてる全部聞いてる、全ては私どもの不徳の致すところであります、うん、大変申し訳ございませんでした、うん、かっこかつらの話よりも営業時間や車の行き道について書いておくべきだったと今更ながら反省細かく、うん、もしよろしければですが花輪さんへのお詫びと、これまで3度にわたり一橋桐子の犯罪日記をラジオショー内で取り上げていただいた感謝の意味も込めまして、うん、あとご理解いただけるかと思います、うん、松坂さんは本当に天使のような性格かつ行動力がとてもあるお人で、ラジオショーの話題に心から楽しんでくださり、結果こうしてハガキを送らせていただくことになった次第です、うん、最後に辛い日々ばかりの現実、それを忘れさせてくれるのがこのドラマです、うん、一橋桐子、どんなドラマを、あ、そんなドラマを目指してきました、うん、今週土曜はいよいよ最終回、うん、これまでで一番の予想を超えた展開が待っております、うん、桐子さんは無事に刑務所と行けるのかとてもこのドラマらしいイラストになっておりますので、うん、どうかご覧いただければ幸いですという。いや、すごくないですかこのハガキ。そしてそうなんです、この一橋桐子の絵ハガキに、うん、松坂慶子さんの直筆サイン、すごくないですか、すごい、いただきました。サインですよ、3枚、花輪信之様、土屋信之様、そして山崎圭様といただいたんですよ。でも今日花輪さんいないんでね、はい、いただいていいですか。いやいやいや、思い入れないでしょこのドラマに。今日思い入れあったんで。いやいやいや、今日から思い入れあります。いただきました。サインですよ、3枚、花輪信之様、土屋信之様、そして山崎圭様といただいたんですよ。でも今日花輪さんいないんでね、はい、いただいていいですか。いやいやいや、思い入れないでしょこのドラマに。今日思い入れあったんで。いやいやいや、今日から思い入れあります。思い入れある。いやいや、めちゃくちゃ今日から思い入れ入れます。いやいや、見る？ちゃんと。はい、見ます。見る？すいません、花輪さん。いいか。大事な日に。ありがとうございます。嘘？うわぁ、すごい。花輪さん、花輪信之様のとこに、あの、縦線二重引いて、山添缶って書いときますわ。自分で？はい。ええ、この人にあげたって、どこかに隠れちゃって、みたいになってね、絶対大事にしないですから。これ、アイドルから CD もらって断る男ですからね。聞かないんでって言って、信じられないですよ。とりあえず受け取るんじゃないの？そうでしょ、あれだって、とりあえず受け取るじゃないですか。信じられないぐらい聞かれました。そうですよ。そしてごめんなさい、ちょっと、聞かないんですって断るような人間なんで。あのね、花輪さんもたまに。一緒これ。これも下手したら捨てかねないですよね。捨てかねないからね。これやっぱ花輪さん。じゃあ花輪さんに渡しときますよ、これじゃあ。すごい素敵な。松坂慶子さんのサイン。すごいね。いよいよ最終回ですから。ね、一橋桐子の。面白いんですよ。いいですね。番組で推しのドラマが。推しのドラマが。そのドラマのね。もう主演の方からもこれ、いただいたということで。非常に楽しみです。これ本当花輪さん今日いなかったの後悔してると思います。そうですよね。本当ですよね。でも聞いてくれてはありますよ、きっと聞いてますかね、うんうん、ということで、まあ、今日はちょっとこんな感じで山添君と一緒にお届けしていきます、はいはい、よろしくお願いします。ちょっといろいろ変則なこともあるので ね、 そうですね、はい、今日は、はい、後ほど説明しましょう。それではそろそろ参りましょう。
This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, are you ready? The Radio Show! ネズダラジオショー、本日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はですね、2時から、FIFA ワールドカップカタール大会日本代表メンバー発表記者会見。うん、こちらの模様をお送りします。うん、ということで、ゲストは芸能界随一のサッカー大好き芸人、名門、市立船橋高校サッカー部出身のペナルティワッキーさんにお越しいただいて、いろいろ教えてもらおうと思うんですけれども、うん、まあ、相席スタート、はい、サッカーはどうでしょう、はい、なんか聞いた話によると、はい、山添君がサッカー部だったと、はい、いうことなんでね、やる好きやったんですけど、うん、でも詳しくはないんです。詳しくないの？全然詳しくないです。見取り図の森山君のチームとかも入ってますね。入ってニュースになってたよね。森ちゃんとユナイテッド、うん、はい、入ってはいるんですけど、うん、でもJ リーグチップスの頃だったら話せます。Jリーグチップでも本当初年度の頃、ね、あ J リーグ、そうですね、今日はエドゥの話とかあるんですか？エドゥ出ないわ。エドゥの話出ないよ。ちょっと教えてもらいたいですね。フリューゲルスの横浜フリューゲルス。懐かしいな。あ、その辺で止まってるわけね。止まってます。ちょっとじゃ あ,、まあ詳しい、まあ、ワッキーさんとか、まあ、アナウンサーの方も今日来るんで、ね、教えてもらわないと、はい、でももうこの辺からやっぱりちょっと勉強し始めた方が絶対ワールドカップ楽しむためには、そうですね、嬉しいですね。ワールドカップ始まったらだって見るでしょ、やっぱり。そうなんですよ、その時には遅れ取ってるんですよね、うん、そうでしょ、はい、やっぱ今日はちょっとこれワールドカップの人はいつあるんですか？今年ですか？来年ですか？あ、そっから、あ、今年、あ、もうすぐなってるんですよね。そうでしょ、はい、やっぱ今日はちょっとこれワールドカップの人はいつあるんですか？今年ですか？来年ですか？あ、そっから、あ、今年、あ、もうすぐなんだ。あれ、来年じゃなくて今年ですか？あ、もうすぐじゃないんだ。11月そこ分かってる。11月ですって。あ、そうだそうだ、今日か。あ、WBC だ、来年あるんだ。今日11月なんだ。今日11月。今月だ、今月だ、もうすぐだ。今月なんです。もうそのレベルのさ。そうだよ、だから今日発表なんだもん。そうかそうか、そりゃそうだよ。今日発表して来年はおかしいもんだ。確かに今年あともう2ヶ月なんすね。今そこいいんだ。そこはいいんだ。で、今日ワールドカップ発表もこれが大事ですから。そうですね、いろいろちょっと変則的になりますけれども、はい、ラジオお聞きのあなたからもね、いろいろ質問もメール募集したいと思います、はい、で宛先ケイちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で、ナイツ土屋さんへのメッセージ、あ、質問、うん、私たちへの質問もお待ち、土屋さんへのメッセージ、あ、質問、うん、私たちへの質問もお待ちしております。ツイッターはハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。読まれた人全員とメールをくれた人の中から抽選で5名様に土屋さんデザインのオリジナルステッカーもプレゼント。メールには住所、本名、電話番号もお忘れなく。それではナイツザラジオショー、この後3時30分までどうぞお付き合いください。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話、無料でご確認を。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ビッグカメラ小島買い替え祭り。当社指定の大画面テレビに買い替えで、今お使いのテレビを最大5万円で下取り。古くても壊れていても下取ります。その他にも冷蔵庫、洗濯機、掃除機なども買い替えでお得。詳しくはホームページで。車を高く売りたい方、車高く売れるんです。え、とにかく簡単に車高く売れるんです。なんで？車高しのサイトを使えば車高く売れるんです。
車たかし？車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力。それだけで最大8社の買取店の査定額が無料で高く売れる。そう、車高く売りたいなら車たかしで検索。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いて日本放送交通情報です。警視庁原さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路の状況です。4号線の上りは永福料金所で1キロ渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋で1キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の下り線は大井松田インターで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道1号線の旧道の上りは横浜市西区中央1丁目での事故の処理は終わりましたが、流れが悪くなっています。都内の川越街道の下り線は板橋区大山西町の旧道の上りは横浜市西区中央1丁目での事故の処理は終わりましたが、流れが悪くなっています。都内の川越街道の下り線は板橋区大山西町付近で工事のため1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お伝えします。キコーナグループ最上級ブランド関東初上陸、パチンコ&スロットグランキコーナ相模原店、ただいま店頭にて新規会員様募集中。国道16号線沿い大駐車場完備。街の明かりキコーナ。ラジオパーソナリティの古谷雅之です。アシスタントの広田美由紀です。世界で活躍するアーティストを毎週一組ピックアップするこの番組、今回は13人組ボーイズグループセブンティーン特集です。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジオで聞いてもラジコで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。日本放送ナイツザラジオショー、3時30分まで生放送でお送りしております。早速ですが、ここでスペシャルゲストにご登場いただきます。本日のゲスト、ペナルティのワッキーさんです。お願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、憧れのラジオに出れて本当に憧れのラジオじゃないでしょ。憧れですよ。いや、そのなかなかあんまり普段絡みないですけどね。ね、ほとんどないよね。でも一応僕船橋出身で。そうですよね。土屋君は船橋出身なの？そうなんです。船橋のどこ？あの、小浜中学校。小浜中。はい。海人中。あ、そうですよね。うん。小中。はい。海人中。あ、そうですよね。うん。いや、それで、その、一回初めて会った時に、うん、ペナルティさん、お二人会った時に、うん、僕も船橋出身なんですって言ったら、はい、あ、そうなんだって話してくれたんですよ。うんうんうん、ヒデさんはなんかもう本当昔から、うん、生まれも育ちも船橋だからって言って、なんか何中とかって話してたんですけど、うんうんうん、ワッキーさんはなんか俺北海道なんだよね。そうそう、転校ばっかしてていろいろと、もともとは北海道なの。そうなんですよね。うん、それもでも、あの、多分あんま船橋のことそんな詳しくないのに、うん、
話に参加してくれたな、優しい先輩だなっていう思い出が、そういう感じでした最初の、うん、そうなんだ、はい、今日でもこれってイレギュラーなんでしょ。イレギュラーです。花輪さんがいないのもそうですし、うんうん、今日代わりに山添がいるってこと、相席の2人と一緒に、うん、で、まあ、いつもは2時からのゲストコーナーなんですけど、ちょっと早めに来ていただいて、うんうん、ワッキーさんにはちょっとワールドカップのことをいろいろと、うん、ところに来ちゃってるでしょ結構まあ僕もちょっとは勉強してきましたけど、本当、はい、あんまりやっぱり詳しくないです、最近なかなか見れてない、うん、ちょっと3人にさ、はいはい、ちょっとクイズ出していいかな。あ、クイズ、はい、どの程度知ってるか、うん、そうそうそう、まあ、確かに、はい、もうこれは分かると思うけど、はい、今大会、はい、今回のワールドカップ、はい、どこ開催あ、それはさっき読んだから分かる、言いましたから、あれ分かる、え、固まっ、さっき読み上げたんで、ゾウさん分かんないの、山添フランス。うわー、怖い怖い怖い。そっちですか。98年ですよ、フランスは。フランス行こうって言ってたけど、あの時。うん、どこですか。それはわかります。じゃあ、ケイちゃん行って。はい、カタール。あ、正解。いや僕今日ワッキーさんに襲われるって聞いたんで、うん、本当ゼロにしてきたんですよ、うん、いや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 あゼロしてきたんでね、吸収したいからゼロにしてきた、はい、もう自分が思ってるやつなんて余計あったら邪魔かなと思ってやってきたんですよ、いや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 あゼロしてきたんでね、吸収したいからゼロにしてきた、はい、もう自分が思ってるやつなんて余計あったら邪魔かなと思ってそういうことじゃないだろ、ちょっと勉強してこいよ逆だって、カタールぐらいは、カタール、カタールでも3日1人わからなかった、うん、あ、なるほど、ね、じゃあ、はい、A グループから H グループまであるんですよ、はい、8グループあって32国で争うんですけどね、はい、で日本は E グループなんですが、各グループに4カ国あるわけです、4カ国ずつあります、はいはいはい、じゃあ日本の E グループは日本以外の3カ国言ってください、うん、これ、ちさ君分かってる顔だね。これ分かります、僕は。分かる。はい。ケイちゃん分かんない。分かんない。結構話題になったからね、その抽選の時も。うん、なんか強いって言ってました、誰か。なかなか強くて大変らしいっていうことは知ってます。強いグループに入っちゃったっ。強い国言えば当たるんじゃない、うん、なるほど。強い国、でも強い国が分からないかもしれないね。いや、お、フランス。あ、なんでフランスばっかり言うのドイツ。お、お、違います、ドイツ合ってます、 すごい、あと2カ国スペイン、 お合ってます、いや、すごいじゃん、強いとこは分かりますね、うん、アルゼンチン、あ、あのね、もう最後の1カ国はそんなに強くないんです、あ、そうなんだ、うん、だからめちゃくちゃ分かりづらいと思う残っちゃった、最後当たんないでしょう、最後分かんない、分かんない、あまり強くない、はい、ハワイハワイは国じゃないの、アメリカではない、ハワイ、サッカーでは独立してんだ普通のハワイのを国って言っちゃう、普通のバカじゃん、サッカー知らないんじゃなくて普通のバカ、 あんまり聞かないとこってことですね、これはもうね、分からないと思うから言います、うん、はい、コスタリカです、コスタリカ、コスタリカはどうなんですか、その日本、コスタリカはどうなんですか、その日本とこう格で言ったらどっちが、うん、まあ、同等ぐらいですね。同等なんだ、スペイン、ドイツが抜けてる。抜けてる。すごいんだ。うん、抜けてるけども、同等ぐらいかな。で、うん、2チームが行くんですよね。決勝に。だからやっぱりスペイン、ドイツどっちかに勝たなきゃいけない。もちろん、ね、まあ、初戦のドイツが一番大事ですけどね。厳しい戦いですよね、そのグループ。いや、めちゃめちゃ厳しいです。まあ、いわゆる死の組って言われてて。はい。そんな、一番。そうそう。うん、大変なところに。だってもう優勝候補が2カ国入ってます。ああ、そうですね。うん。2カ国にそれぞれどっちかからやっぱ勝ち点は取らなきゃいけない。うん、そうですね。ドイツなんてもう4回もワールドカップ優勝してますからね。その秘策がないとダメですよね。なんかね、普通に行ったらもう勝てない。普通に行ったらもちろん勝てないと思う。今日狙ってばっかでもダメと。そう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 。じゃあ何がキーになるんですか、うん、突破の道は。ドイツワールドカップですか、はい。あ、ドイツ、あ、ドイツ、ドイツ、ドイツワールドカップだね。この、どんな感じかなこれ、難しいんですよ、本当に。やっぱサッカー好きな人もやっぱりこれはもうどうやってドイツ勝つんだっていうのが。そうそう、よく言われるのが、まあまあ、引いて、守って、カウンターっていうのが、はいはい、まあ、うん、ドイツとやるんだったら言われるけども、それ
はダメだと思いますね。へえ、うん。守りに入っちゃダメ。守りに入って引いたらもう絶対負けると思います。へえ。こっちも攻めないと。簡単な言葉で言うとこっちも攻めないとダメだと。なるほど。前からプレッシング行って、うん、うん。で、ショートカウンターみたいな感じでやっていかないと絶対に無理だと思いますね。いや、だんだんこうちょっとワールドカップに、はい、ご興味をね、気に興味湧いてきました。ちょっと初戦がワールドカップに、はい、ご興味をね、気に興味湧いてきました。ちょっと初戦がドイツっていう、ワールドカップってサッカーあんま知らない人にクイズ出すの面白いですね。まだありますクイズ。いや、普通に、うん、普通にだから、はい、じゃあブラジルとか、うん、ブラジルの10番は誰でしょう。あ、今の今の10番変わったんですか。もうあの一人しか知らないブラジルの人。え、山添君。クリスチャーノ・ロナウドしか知らない。クリスチャーノ・ロナウド、ブラジル人だと思ってる。え、ブラジルじゃないんですか、あの人。昔ロナウドはいたよ。え、クリスチャーノ・ロナウドってあのすごいかっこいい人ですか。そう、かっこいい人。ブラジルじゃないんですか、あの人。ポルトガルです。あ、ポルトガルの人なんだ。そうそう、うん、昔ロナウドっていう怪物ロナウド、ね、怪物ロナウドはいましたよ。はい、私よく知ってんね。あの頃はよく見てました、はい、うん、やっぱり。山田わかる？はい。ドゥンガ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 ですか？ドゥンガ10番じゃなかったか？ドゥンガですか？ドゥンガ10番じゃなかったか？そう、ドゥンガ10番でもないし。監督やってたでしょ。日本にいたけど、ジュビロにいたけど。この後もワッキーさんお付き合いいただきます。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10 10 10 10。はい、どちらのカードをお使いですか？コーア独自のティアーズ製剤で春が変わる、バンテリンコーアパッド EX。 このプルプルの製剤が肌にピタッと張り付いて痛みを直に取り続けてくれる。肩でも腰でも痛いとくればパッド EX 第2類医薬品です。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。神奈川です、はい、神奈川県の情報をお伝えします、うん、日本放送横浜支局久米さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。横浜17度、今日は肌寒いです。お願いします。横浜17度、今日は肌寒いですね。これから暖かい日におすすめなのはみかん狩りです。湯河原でみかん狩りが始まっています。湯河原のみかんは相模灘を望む山の中腹で太陽をたくさん浴びて育っているので甘くて美味しいと評判のものです。10月8日から始まっていて12月18日まで楽しむことができます。期間中平日は千歳川沿い JR 東海道線ガード下、
土日は JR 湯河原駅ロータリーにみかん狩り案内所が立っていまして、そこからその日にみかん狩りが楽しめる農園に送迎してもらいます。車の方も農園までは行けないので、案内所からの送迎が必要になります。お値段もお財布に優しく、大人400円、子供350円、幼児300円で食べ放題です。9時から15時まで、時間制限もないので、誤差を敷いて景色も楽しみ、お弁当を食べてみかんも食べてというふうに楽しんでも大丈夫ということです。みかん狩り案内所は悪天候の場合は閉鎖します。また送迎中電話も出られない時もありますので、ご了承ください。お天気のいい日、紅葉の山々を見ながらみかん狩りいかがでしょうか。横浜のスタジオから久米知恵がお届けしました。久米さん、はい、相席スタートの山添です。こんにちは、はい、久米さん、みかん狩りお好きですか？みかん狩りはいいですね。こう萌えでその場で美味しいかどうか分かるのが楽しいです。いいですね、はい、よかったら一緒にどうですか？そうですね、食べられそうですね。食べられそうですね。久米さんでした。ありがとうございました。来週の日本放送ラジオリビングはスペシャルリビング秋の大感謝祭、歌舞伎の熊取純金小判、数の子松前漬け、豪華トラフグセット、省エネ野菜、歌舞伎の熊取純金小判、数の子松前漬け、豪華トラフグセット、省エネビーバーエアコンなど豪華商品が勢ぞろい。来週のスペシャルリビングをお聞き逃しなく。時刻は1時51分です。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。まず速報ですが、日本郵便は一部地域の郵便局でクレジットカードなどのキャッシュレス決済ができない状況になったと明らかにしました。現在原因や詳しい状況を調べています。次に、政府は今日全国の家庭や企業を対象とした冬の節電要請を正式決定しました。要請の期間は来月12月1日から来年3月31日までで、全国規模での冬の節電要請は2015年度以来7年ぶりです。記者会見ない部屋の照明を消すこと、お湯の出しすぎに注意をする、こういった無理のない範囲での節電、省エネにご協力をお願いをしたい。ウクライナ危機を背景に、火力発電の燃料となる液化天然ガスの安定的な調達に懸念があり、供給力の確保は見通しにくくなっています。電力の供給の余力を示す予備率は最低限必要とされる 3% を確保できる見通しですが、安定供給に万全を期すため無理のない範囲で協力を要請します。また電力会社が手掛けるポイントサービスと連携し、月々の使用量を前の年より 3% 減らした家庭に政府がポイントを還元する取り組みも展開する予定です。次に、昨日のハロウィン当日に仮装姿の人々が多数集まった東京渋谷では、今朝までに大きなトラブルはありませんでした。警視庁が明らかにしました。今年は新型コロナウイルスの自粛ムードが薄れ、去年より多い人出が見込まれるとして、警視庁は数百人規模で警備していました。週末にあたる先月29日には、韓国で150人以上が亡くなる雑踏事故が起きました。これを受け警視庁は狭い路地にも警察官を配置して対策にあたり、渋谷駅前のスクランブル交差点では、警察官が拡声器などを使って歩行者を誘導していました。周辺でドローンが飛行する騒ぎがあったものの、事故やけが人の発生はなかったということです。おしまいに、盆踊りなどとして伝承されてきた24都府県の41件の民族芸能風流踊りが、ユネスコ国連教育科学文化機関の無形文化遺産に登録される見通しとなりました。これはユネスコの評価機関が登録するよう勧告したことを文化庁が今日正式に発表したもので、今月28日からモロッコで開かれるユネスコ政府間委員会で正式に決定する見通しです。記者会見でその理由を語る永岡文部科学大臣です。盆踊りや念仏ですとか風土を反映をいたしまして、地域の活力の源として、大きな役割を果たしていることが評価をされたわけでございます。各地の踊りは人口減少や高齢化による担い手不足が課題となっていて、登録が実現すれば伝統継承の励みとなりそうです。国内の無形文化遺産は現在、歌舞伎や和食など22件あります。この時間のニュースは以上です。遠藤さんでした。ありがとうございました。
野崎建築工業はあなたの住みたい家づくりを応援します。野崎のコンフォートシリーズは販売、施工、アフターサービスまで自社一貫体制でお住まいを提供。フリープランで叶える家族の夢、東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。そば野崎建築工業。さあいよいよ、このあと2時からですね、うん、ワールドカップカタール大会日本代表メンバー26名の発表となるんですけれども、うん、ここでスタジオには大泉アナにも入ってきてもらいました。大泉さん、はい、よろしくお願いします。いよいよ11月20日に開幕する、はい、カタールワールドカップに臨む日本代表メンバーがこのあと2時から発表になるんですが、うん、そのメンバー発表記者会見場には、うん、日本放送の煙山光則アナウンサーが行っていますので、中継にもまたそうなんです。なので煙山さんをちょっと呼んでみましょう。つな、はい、がってるんですね。はい、煙山さん。はい、都内のホテルの一室ですね。広さは大体あのサッカーで言いますとハーフコートまではいかないんですが、はい、ハーフウェイラインを超えたアタッキングエリアぐらいの広さ。広さで全部一室ですね。報道165客ありました、はい、全部埋まりました165客分で、あとテレビカメラとハンディカメラも入れますとね31台ですから、うん、まあ、報道陣総勢で300人ぐらいが、会場に入っているという状況ですね。でこの後、藍色に近い濃い青のジャパンブルーの会見用テーブルが設けられまして、こちらにですね森保一監督、真ん中に、左に反町技術委員長、そして右に田島幸三日本サッカー協会会長が、うん、着席をして会見に臨むという、運びになっておりますね。そうか、はい、煙山さん、会見場の緊張感というのはどうですか、煙山さんから見て。そうですね、だいぶあの古い馴染みの顔も集まっておりましてね、サプライズはね今回は、はい、おそらくないであろうという話で、驚きで入る人はいないであろうと。ただあの直前で怪我をした選手、レアルソシエダの久保建英ですとか、チームの森田ですとか、まあ、そういう選手たちの怪我の状況がまず完全にまだ分かっていないので、そこのあのサプライズがもしあるとしたら、まあ、起きない方がいいんですが、そういう選手が外れるというような、そういうことぐらいではないかという見通しでしたね。森田選手も怪我してますんで、まあ、その怪我しているメンバーがどうかというところですね。そうですね、はい、あと個人的には第3ゴールキーパーにね、はい、あのベテランの川島英二選手を入れるのか、あるいは若いゴールキーパー谷などに、チャンスを与えるのかというところにも注目しております。はい、煙山さんはもう毎回この記者会見とか取材してたるんですか。はい、今までも2002年から毎回来てると思うんですけどね、おそらく。あ、そうですか。さすがにあのずっと時間があって、あの、この間あのジーコさんのマキーを見てたんですけど、あれ16年前かと思って呆然としたんです。マキーマキーのサプライズありましたね。あれワッキーって聞こえてちょっとドキッとしたんだよ。選ばれたと思う。選ばれたと思う。なんか聞き取りにくくて、まあ、あの周りの人に マキって言ったよな、マキって言ったよなって言って確認したかなり慌てた記憶はあります、はい、なるほど、はい、ちょっとケムさん、ケムさん、はいはい、お久しぶりです。ペナルティのワッキーです。お久しぶりです。いや本当にケムさんと一緒にサッカーの仕事できるなんて嬉しいな、ね、あ、そうですか。ありがとうございます。昔ねピッチレベルやっていただいてましたんでね。そうなんだ、ワッキーさんね。あ、そうなんだ。相変わらず毛が生えてますか。いやもう本当にプロ中のプロですよ。もう腕が違うから。毛が生えてますかって聞かれてましたけど、ね、そんな人は毛深いですか。どんな質問なんですか。一番気になる人。頭の毛薄くなってきてますよ。じゃあ、またこの後、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、引き続きあの皆さんの感想とかマッキーさんの質問もメールお待ちしています。はい、じゃあこの後2時からいよいよということで。マザー牧場ってワンメルンだって。そうなの。広いドッグランやワンちゃん席のあるレストランまであるって。よし、週末はマザー牧場へ行くか。ワンちゃん感謝デー開催中。詳しくはウェブで。マザー牧場。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方。
小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー2時です。時刻は2時を回りました、はい、ナイツの土屋です。相席スタート山崎圭です。相席スタート山添寛です、はい、そして、まあ、この時間もワッキーさんと、はい、大泉アナにお付き合いいただいておりますけれど、はい、まずはこの2時の天気予報、はいはい、お伝えします。お願いします、はい、東京地方今日の天気は曇りのち一時雨、日本放送屋上の温度計は 17.1 度、湿度は 60.9%、 関東地方は雲が広がり次第に所々で雨が降る見込みです。最高気温は昨日より3度前後低く、東京と横浜は17度、千葉は18度の予想で、各地で20度に届かないでしょう。北風の影響もあり、空気がひんやりと感じられそうです。以上、天気予報でした。はい、ありがとうございます、はい、さあ、それでは、まあ、ワッキーさんと、はい、まあ、大泉アナ、はい、さあ、それでは、まあ、ワッキーさんと、はい、まあ、大泉アナと一緒にですね、同じく内作協会技術委員長、反町康晴です。もう始まった。おこんにちは、よろしくお願いします。どうします？ご挨拶。まだ大丈夫ですか？森保はじめでございます、まあ、すぐには発表じゃないんですかね。そうですね、はい、鹿島会長と今反町技術委員長がいらっしゃるんですけども、その後に森保はじめ監督の、まあ、メンバー発表があるかどうかというところなので、はい、そうそう、まあ、だからちょっとなんか予想とかね、あんまりじっくり聞く時間なかったんですけど、ワ、ね、ッキーさんはなんかこう、ちょっとここ呼ばれるんじゃないか、なんかサプライズ的な人いるんじゃないかとか予想はあります？サプライズはある雑誌にですね、はいはい、長谷部誠が書いてあったんです。知ってますよ。でもなんか前回の大会で代表引退したっていうことだったんですけども、はいはいはい、もう現役でフランクフルトでやってますし、はいはい、この間ちょっとあの代表にちょっと顔出したりしてたんですよ。うんうん、まあ、スタッフとしてってことですね。そう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 、可能性あるかもしれない。はっきりしても、じゃないと雑誌にね、はい、結構有名な雑誌なんですよ。乗らないでしょうって。なるほど。そうですね。まあ、で、このサッカーワールドカップなんですけれども、まあ、先ほどもお伝えしたように、11月20日開幕ということで、はい、あの、ワールドカップ、いつもですと6月から7月にかけて行われるんですけど、はい、今回の開催国のカタールは、はい、あの、6、7月が気温、40度を超えることもザラにあると。で、暑すぎるということで、まあ、今回特別に、まあ、暑さを考慮して11月から12月史上初の冬の開催と。なるほどね。ということになりました。寒くなった時期の印象全くないですもんね。そうなんですよ、ね。カタール11月の平均気温が29度なんで、暑い。日本でいうと初夏ぐらいの暑さあるんですが、まあ、試合には問題ないだろうと。それちょっと日本選手にとってはどうなんですか？まあ、おそらくどうでしょうね、脇さん。でも、はい、あの、ほぼ海外でプレーしてる選手が多いので、海外の、あのクラブがまだやってますからね、はいはいはい、終わってないのシーズン中なので、うん、すごくそういう意味ではコンディションがいいなと思います。あ、そうですか。行きと帰りのためにカーディガンは多分持っといた方がいいですよね。なんで優しいこと言うの。すごい優しい。寒暖差がびっくりします、ね。カーディガンでいけるかな、その寒暖差。日頃の天気予報のなんかね、コメントみたいな。そう、コメントみたいな。1枚羽織るもの。Jリーガーも、うん、もうシーズンが終わるぐらいなんで、終わってすぐ大会が始まるんで、はい、ん、 J リーグから選ばれたとしてもコンディションは今までです。そんなに空いてないからいいんじゃないかと。そうそうそう、ヨーロッパの選手たちはコンディションいいですよね、これ絶対ね。もうバッチリですね。ここに合わせて調整してきているということで、まあ、もう少しまだメンバー発表には時間がありそうなんですが、はい、日本の初戦は11月23日、はい、で相手はですね、あのワールドカップ優勝4回誇るドイツなんですね。初戦。そうで、同じグループには先ほども話にもありましたが、コスタリカとドイツということで、うん、まあ、あのワッキーさんもおっしゃっていましたが、ね、あ、ごめんなさい、コスタリカとスペインということと言われているんですけれども、うん、まあ、このとにかく初戦が非常に大事になってきまして、はい、ドイツ戦がもう今後左右すると言っても過言ではない。そうなんですよ。ドイツがどういうモチベーションなのか、モチベーションもちろんあると思うんですけど、はい、あの前回大会のロシアワールドカップの時にドイツは初戦を落としてグループリーグ敗退してるんですよ、そうなんだ。だからドイツでもこういうことがあるぞ、なるほど、日本はおいけるぞって思うのか、ドイツが、うん、
前回のことがあるから絶対初戦を落とさないっていう気持ちで逆に来てしまうのか。しないですよね。そうか、余計気引き締めて向こうが来ちゃうから。そう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 。日本とドイツのあれはどうなんですか、今までの戦績ですか、はい、どうだろう、勝ったことワールドカップではあドイツが当たってないな、ドイツ今までは日本は当たったことないですね、うん、当たったことない、そうなんだ、ですので、まあ、ドイツ初戦どうなるかというところなんですが、あのこの後お知らせを挟んで、はい、メンバー発表記者会見をお送りしたいと思います。なるほど、そうなんだ、ですので、まあ、ドイツ初戦どうなるかというところなんですが、あのこの後お知らせを挟んで、はい、メンバー発表記者会見をお送りしたいと思います。なるほど、じゃあ、はい、お願いします。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が科されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は今すぐお電話を0120-400-800-400-800。どうもミキです。兄の昴生です。弟の亜生です。昴生亜生亜生昴生言うてるうちに我々ミキのポッドキャストが配信中です。チームで何かに挑戦している京都にゆかりのある人を応援する番組、ミキのポッドキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ、日本放送ポッドキャストステーションをチェック。お聞きやすーん。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。さあということで、サッカーワールドカップカタール大会、うん、日本代表の発表を待っておりますけれども、はい、引き続きスタジオにはゲストのワッキーさん、はい、そして大泉アナに、入ってきていただいております、うん、はい、まだ今、そうですね、間もなくメンバー発表が行われると思うんですが、はい、もう少し時間がかかりそうでして、うん、まあ、日本はあの今回ワールドカップ史上初のベスト8を目指すという戦いになります、はい、まあ、過去2回か、そして前回のロシアということなんですが、うん、そしてここで森保監督の会見が始まるようです。サムライブルー日本代表監督の森保です。よろしくお願いします。田島会長や反町技術委員長と、話が、重複するところも あると思いますが、メンバー発表の前にまずはこれまでの活動を支えてくださった、皆さんに、お礼や、感謝の気持ちを伝えたいというふうに思っております。まずは本日もお忙しい中、カタールのワールドカップのメンバー発表に、メディアの皆さん、多数ご参加いただきありがとうございます。そして、日頃から、サッカーを発信していただき、サッカーの普及に、ご尽力していただきありがとうございます。ご尽力していただきありがとうございます。また今日は、この記者会見、いろんなメディアの媒体で画面を通して、多くの、サポーターの皆さん、国民の皆さんが、見てくれているというふうに思っております。日頃から我々日本代表を応援してくださっているサポーターの皆さん、そして国民の皆さん、いつも応援ありがとうございます。そして、我々は、これまで多くの方々に、活動を、支えてきていただきました。日本代表の活動や、ワールドカップ、のために、支援してくださった、JFA の皆さん、J リーグの皆さん、そして、我々の活動の、環境づくりをしてくださった、関係各所の皆さん、サッカーファミリー、関係各所の皆さん、サッカーファミリー全ての皆さんに、感謝を申し上げたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。また、選手がいてからこその、我々の活動だと思います。選手を、いつも、心よく派遣してくださった、
J リーグ各チームの皆さん、海外の選手が所属している、チームの皆さん、そして、プロトップチームだけではなく我々の活動には、大学や、高校の、育成で、頑張っている、皆さんも、選手の派遣をしてくださったり、練習試合等々、大きな協力をしていただきました。本当に、これまで活動してくださった皆さんに、感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。また、これまでの、道のりの中日本代表として、戦いたい、そしてカタールのワールドカップで日本代表として日本の ために戦いたいという気持ちを持って多くの選手たちが、気持ちを、思いを、寄せてくれました。このワールドカップに、望むにあたり、全ての、思いを持ってくれた選手を招集することはできませんが、日本のために戦おうと、思ってくれていた、選手全ての、選手に、敬意と、感謝を申し上げたいと思います。そして16人の、ワールドカップ選手にはカタールのワールドカップで、プレーしたくても、できない、選手の思いや、我々が、これまで、支援を応援してくださって、くれた方がいて、前に進めるということを、胸に刻み、カタールの本大会では、日本人の誇りを持って、日本代表をする誇りと責任を持って、戦ってほしいというふうに思っております。今回の、選考も国内外で、力を示してくれている選手たちが本当に、たくさんいましたので、難しい、選考となりましたが、選手スタッフ、これまでの活動を振り、これまでの活動を振り返りながら、スタッフで、何度も議論して、今回の、発表に、今のベストとして、自信を持って、皆さんにお伝えしたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど、田島会長も、反町、委員長も、目標のことをお話しされていましたが、カタールのワールドカップでは、日本人の誇りを持ってチーム一丸となって、最後まで粘り強く戦い抜くという、姿勢を、応援してくださっている、サポーターの皆さん、国民の皆さんにお見せしたいと思いますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。そして我々は、ベスト8以上の、結果をです。どうぞ応援とともに、共闘、よろしくお願いいたします。そして、世界の舞台で日本人、一丸となって戦って、新しい景色を、見られたらというふうに思って、おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。それでは、森保監督より、メンバーの方を読み上げていただきたいと思います。森保監督、お願いいたします。はい、メンバー発表させていただきたいと思います。ゴールキーパー川島英二、権田修一、シュミット・ダニエル、フィールドプレー権田修一、シュミット・ダニエル、フ
フィールドプレーヤーとして、選手の名前を、お伝えしたいと思います。長友佑都、吉田麻也、酒井宏樹、谷口翔吾、柴崎岳、遠藤航、浅野拓磨、南野匠、森田秀正、鎌田大地、板倉滉、中山雄太、相馬勇気、三笘薫、前田大然、堂安律、上田綺世、田中碧、冨安健洋、伊藤洋輝、久保建英、以上となります。はい、それでは今から皆様のお手元に資料の方をお渡ししますので少々お待ちください。この時間を利用して一つ案内させていただきます。日本サッカー協会は FIFA は、はい、はい、さあどうでしょうか。改めてメンバー、はい、振り返ります、はい、26人選ばれましたが、はいはい、ゴールキーパーは川島英二、権田修一、シュミット・ダニエルの3人、はい、そしてディフェンダーが冨安健洋、吉田麻也、谷口翔吾、伊藤洋輝、酒井宏樹、山根美希、長友佑都、中山雄太、そして板倉滉、うん、ミッドフィルダーが柴崎岳、遠藤航、森田秀正、田中碧、伊東純也、はい、鎌田大地、三笘薫、久保建英、堂安律、南野匠、うん、そしてフォワードが前田大然、上田綺世、うん、浅野拓磨に相馬勇気というメンバーになりました。いや、あの有力どころで言うと大迫勇也選手、古橋亨梧選手らが、うん、はい、まあ、今回落選ということになりました。これは何、怪我ですか。これは、いや、調子が良くない、怪我じゃないですね、はい、はあ、怪我ですか。これは、いや、怪我じゃないですね、はい、はあ、大迫さんちょっと怪我したんだけど、むしろ、はい、最近戻ってきて調子良かった、ね、そうなんですか、うん、はい、でむしろあの浅野拓磨選手、はい、それから板倉滉選手、この2人は靭帯を、膝の靭帯を怪我していたんですが、うん、ただそれを押して森保監督は今回代表に招集したと、うん、まあ、多分でもこれはもう間に合うっていうのを見込んでってことでしょ、うん、どう考えたって。そうですよね、うん、そして、あとはまあ攻撃どころで言うと、うん、まあ、久保建英選手も招集されましたし、うん、ましたね、まあ、あとは鎌田大地選手、ワッキーさん、このあたりが、はい、攻撃陣しっかりと招集されましたね。そうですね、鎌田はもう絶対当選するだろうっていう感じでしたかね、うん、そうですね、僕はもう大好きな選手なんですけど、はい、うん、なんか原口さんって、はい、前回のワールドカップでゴールしたりしてましたよね。そうっすよ、ベルギー戦ゴールした、ベルギー戦とかね、うん、バリバリのレギュラーだったんですけども、今回は入らず、はね、うん、バリバリのレギュラーだったんですけども、今回は入らずしました。ちょっと結構候補にも入れてる人多かったですけど。そうですね、うん、なんていうのか、試合も
でもね、前ほど試合出てなかったんですよ、代表の。ああ、そうですか。っていう部分はあって、これ、あの、日本放送の作家さんが考えた、予想の、予想の中では、まあ、一応、原口元気中には入ってました。あ、今、来ました。はい。いやー、そうか。でも、サプライズっていう人はいなかった。招集は、うん、と言われる、招集はなかったと、いうことですね。まあ、このメンバーで、はい、史上初のベスト8を目指していくということなんですが、まあ、ワッキーさん、これ、はい、このメンバー、もう、あと3週間切りましたけれども、期待としてはどうでしょう。そうですね、これ、やっぱり大阪を外して、上田綺世を入れたっていうことは、まあ、上田綺世を入れたっていうことは、まあ、オールラウンダー、フォワードとしてのオールラウンダーの中で言ったら、うん、そっちを取ったっていうところが、そうですね。なんですけども、多分先発で言ったら、前田大然を先発で使うような気がするんですよね。あ、はい、はい。で、前からプレッシングかけてってっていうことだと思うんですけど、なるほど。まあ、そういう意味で前田大然は選ばれたと思うんですね。まあ、この26人で、サッカーワールドカップカタール大会を戦っていきますが、はい、11月20日開幕、そして日本の初戦は11月23日、相手はワールドカップ優勝4回のドイツ、で2戦目は11月27日のコスタリカ、3戦目は12月1日のスペインということになりますので、史上初のベスト8入りを目指してイレブンたちは戦っていきます。なるほど。はい、はい、ブースの中にいる5人中、3人がサッカーに興味ないのに、いや興味出てきたよ、ね、どういう順番で読んでんだろう。楽しんでくれたけど、そうそうそう、意外とあのすごく楽しかったです。落書きばっか書いてるかなと思ったら、ちゃんとあれですか、ちゃんとメモしてますけど、カタールは暑いから11月とか、はい、長谷部が呼ばれるんじゃないかとか、いろいろ全部メモして今メモして、興味持ってます、すごい、興味持ってます、はい、メール来てますね。ラジオネーム、はい、オーロラソースさん、日本代表出揃いましたが、山添さん、はい、率直にこのメンバーどうですか。いやー、僕ね、ざっと聞いた中でパッと浮かんだのが、みんなサムライブルーが似合いそうです。わかんのか。イメージ湧いた。湧きました、ね。顔浮かばれる。はい、大泉アナウンサー、ありがとうございました。ありがとうございました。マッキーさん、この後もお付き合いいただきます。はい、お願いします。カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10 続いて日本放送交通情報です。警視庁和田さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは、大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートのつぶらのトンネルで5キロを渋滞しています。なお、左ルートは工事のため通行できなくなっています。東京インターから御殿場インターまでの所要時間は1時間15分です。このほか関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは、神田橋に乗用車が故障して止まっているため、竹橋ジャンクションまで2キロ渋滞しています。都心環状線の外回りは、神田橋に乗用車が故障して止まっているため、竹橋ジャンクションまで2キロ渋滞しています。一般道路は都内の玉川通りの下りが、世田谷区用賀1丁目で1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報はズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。熊谷美穂です。日本放送アナウンサーカレンダー2023発売中です。今回はちょっと大人っぽい写真が撮れたかなと思っています。ぜひご覧ください。お電話でのお申し込みは日本放送アナウンサーカレンダー係 0570-07-1242 までどうぞ。番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジオで聞いても日本放送です。
サンナイズザラジオショー火曜日、今日のゲストはペナルティのワッキーさんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。まあ、ワールドカップメンバーの発表もありました、はい。まあ、ワッキーさんもね、こうそんなにサプライズはなかったということでしたけれども。そうですね。どうですか、もう率直にこのこうメンバー全体見て。いやだから、はい、サプライズがなかった分、うん、あのこういうサッカーするんだろうなっていうような、うんのも見えますし、あの森保監督っぽいなっていう感じもしまして、なるほど、うん、あのだからといってなんていうんですか、縮こまったサッカーをするわけじゃなく、もちろんね、うんうん、あのフォワードの、まあ、この前田大然っていう選手がものすごい足が速い選手なんですよ。はい、うん、で得点を決めるというよりもボールをめちゃくちゃ追いかける選手なんです、うん、この選手を呼んだっていうことが、はい、あの初戦、はい、多分この前田選手は出ると思いますけども、前から前からどんどん追いかけていってボールをアグレッシブに取っていくっていう面白いサッカーをやってくれるんじゃないかと思います。ま、守って守ってずっと守ってて、ちょっとのチャンスだけでカウンターでみたいな面白くないサッカーをするわけじゃないなっていうのは思います。じゃあこれちょっと、まあサッカーあんま分かんない人もワールドカップちょっと見ようと、うん、ドイツ戦見ようって時のやっぱ注目は前田選手、うん、そうですね。ですか。が、もうめちゃくちゃ、足がめちゃくちゃ速いのに、スタミナもあるんですよ。あ、短距離速い人ってスタミナないじゃん。両方持ってるから、めちゃくちゃボールを追いかけるんですよ。へー、ちょっと楽しみですね。じゃあ、守りのサッカーじゃない可能性があるって思ったらワクワクしますね。でしょ、はい、うん。ドイツ戦でもこうガンガン攻めるようなサッカーすると思いますよ。絶対見よう。楽しみです。ラジオネームバブルスさんからもちょっとメール質問来てるんですけども、はい、僕は全サッカーがあれば教えてください。あのですね、はい、あの適当なタイミングでいいんで、はい、オフサイドオフサイドって言う。いやいやダメでしょ。本当ですか。オフサイドオフサイドはだってタイミング、ま、間違えちゃダメなんだってタイミング取るの難しいから、はい、ね、知らないサッカーあんま知らない人でしょ。知らないですよ、はい。ではもうあのオフサイドってじゃあみんなが言った時に重ねてオフサイドって言えば、はい、で、うん、オフサイドじゃなくてオフサイドどう言わないですね。どう発音しない、うん、なるほど。これとちょっとツーの感じします、ね、オフサイって言うとちょっとオフサイ、あ、ツーに見える、うん、いうことですか、うん、であのタッチラインボールがあのスローインに出た時に出ますね、うん、あの自分たちのボールだっていうのをマイボールって言うんだけど、はいはいはい、これはマイボーマイボーボールって言わないです。ボール言わない。マイボーマイボーマイボー。観戦しながらマイボーって言うんですか。そうそう、言うよ言うよ。あ、見てても、うん、あ、なるほど。オフサイドマイボーですね。マイボーとオフサイド。オフサイドじゃないよ、うんうん、なるほど。これで2になれると思います、ね、うん、簡単になれた、うん。ラジオネームあまり写真撮らないでね、木下さんからいただきました、うん、私はサッカーはあまり見ないし知らないんですが、はい、今月のワールドカップの見どころとどの国にワッキーさんはチェック入れてますか。うん、そうですね、まあ、見どころはもうもちろん日本代表の試合3試合はとりあえず、ね、予選見てくださいよっていうところで、うんうんうん、あとはやっぱちょっとスーパースターが、二大巨頭のスーパースター、はい、クリスチアーノ・ロナウドと、うん、リオネル・メッシが、まあ、今大会は最後なんじゃないかっていうふうに言われてるんで、はい、ロナウド、メッシ、うん、メッシとロナウドの最後のワールドカップのプレーを見てもらいたい、はい、アルゼンチンとポルトガルです、はいはい、とは思いますね、まあ、今大会は最後なんじゃないかっていうふうに言われてるんで、はい、ロナウド、メッシ、うん、メッシとロナウドの最後のワールドカップのプレーを、はい、見てもらいたい、うん、アルゼンチンとポルトガルです、はい、はい、とは思いますね、まあ、それじゃあ優勝候補になるんですか、アルゼンチン、ポルトガルはそうなあんまりですけども、うん、アルゼンチンはうまいこといけば優勝もありえるかなと思うんですね。あ、なるほどね。で今のところのダントツの優勝候補はブラジルなんですよね。へー、ブラジルにネイマールっているけど、ネイマールはまだもう一回いけるかなっていうのはあるので、はい、あ、はい、本当ずっと二人で頑張ってきたメッシとクリスチャーノ・ロナウドはちょっと見てもらいたいですね、うん、なるほどね、まあ、めちゃくちゃ有名だもんな、うん、ロナウドとメッシ、はい、
まあ、それはもうサッカーを知らない人でも知ってるんじゃないかなと、はい、そうですね、うん、ちょっと古いねよく知ってんなそれなんで知ってんだよバティストゥータウィーレで大好きな感じだねいいですねこれは見届けないといけないですねメッシがラストかもしれんってね、うん、メッシはどこのチームでしたっけ今アルゼンチ ン、クラブはパリ・サンジェルマンってところあパリ・サンジェルマン、うん、でもバルセロナじゃないバルセロナじゃなくなって、うん、そうだうん、パリ・サンジェルマンでネイマールとムバッペと一緒にやってるんですよ、うん、すごいですねすごいですムバッペこの間来てましたもんねうんそう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 来てた日本に来て、うん、でなんかキャプテン翼の高橋洋一先生がなんか、うん、イベントでを書くんですよなんかキャプテン翼のあれを、うんうんうん、そのネイマールとかメッシが、うんずっとこう見てて、うん、でもうイベント終わって、うん、もう選手はけてくださいって言って、うんうん、もう高橋先生あとじゃあ書いとくんでみたいな時も、うんうん、みんなはけないで、そのパリ・サンジェルマンの超スター選手たちが、うん、ずっともう高橋雄一先生見てて、メッシ、ネイマールからしてみてもキャプテン翼は憧れなんですよ。本当にめちゃくちゃ見てたんですね、みんないや見てるの本当。外国人選手たちもみんなキャプ翼って、うんうん、そうね。だからそれで来てた、そう、昔で言ったジダンとかも、うん、大ファンらしいよ。すごいですよね、それね。日本のキャプツァーみんな見てるっていう。だから先生はもうたまんないでしょ、もう外国の方が。高橋先生がね、うん、いるっていうだけでも、うん、そう、スター選手だらけの中で誰か立花兄弟のあれやってほしいですね。スカイラブハリケーン。スカイラブハリケーン、うん。今回のチームでやりそうなチームあります。注目スカイラブハリケーンが見れるんじゃないかっていうチームは ないですか。まず双子探すのも。やっぱ双子じゃないとやっぱできない、ね。双子じゃないとやってほしくないね。うん、そうですよね。またワッキーさんにはまたいろいろとメールも、うん、来てますけれどもね。あ、本当ですか。はい。サッカーのことじゃなくても何でも。ジオネームジェジェさん、うん、ワッキーさんが今までのワールドカップで一番印象に残ってるシーンを一つ挙げるとしたらどのシーンですか、うん、本戦予選込みでという今までのワールドカップ、はい、ね、これは日本じゃなくても別にいいんですよね、はい、うん、これはもう僕ど真ん中なんですが86年メキシコ大会の86年、はい、イングランド対アルゼンチンですね、のマラドーナの伝説の5人抜きです。ああ、よく見るやつだってね。はい、あれイングランド戦なんですか。イングランド戦です。へえ。で、このイングランド戦ではもう一個の伝説を残してるんですけど、はい、マラドーナ、はい、これです。神の手だ。神の手。神の手。これ同じ試合でやってるの。同じ試合でやってるの。あ、そうなんだ。ゴッドハンド。この時ワッキーさんいくつですか。中学2年生ぐらいです。へえ、うん。もうサッカーやってたんですか。サッカーがっつりやってて。へえ、うん。ワールドカップをがっつり見たのがこの86か、まあ、82年かなんですけど、とにかくマラドーナが絶頂期で、僕らがやってた時、僕らサッカーやってる人間からしてみたらもうマラドーナでしかなかったんです。もう今だったらいろいろいるじゃないですか、ネイマールだとか、はいはいはい、メッシだとかクリスティアーノ・ロナウド、もう世界のサッカーシーンってのはもうマラドーナしかいなかったような、うん、そのマラドーナが、はい、決めてみせたから、うん、もう忘れらんないですね。何回も練習しましたもん、5人抜きとか。5人抜きの、うん、5人抜きのあれよく見ると、なんかサッカーで人を抜いてくっていう時って、はい、なんかフェイントいっぱいかけて、ね、ね、ドリブルで抜いてくと思うでしょ、はい、このマラドーナの5人抜きはほとんどフェイントかけてないんですよ。相手が相手の体重移動を見て逆をついてるだけ。すごい、うん、じゃあもう最小限のこう動きで行くわけですか。ダーって抜けてって。ああ、なるほど。綺麗に抜いてね。ああ。だから、手がこ相手の体重移動を見て逆をついてるだけ。すごい、うん、じゃあもう最小限のこう動きで行くわけですか。ダーって抜けてって。ああ、なるほど。綺麗に抜いてね。ああ。だから、真似しようも、真似してもどうしようもなかったみたいな部分はありますね。やってると山添君もだからサッカーやってたから、はい、やっぱすごい憧れた選手とかいたわけでしょ。ああ、そうだといいんですけど、ね、いやいやいや、やっぱり強豪の人はやっぱ憧れいるんですけどもう弱小校やったんで、やっぱでも山添がサッカーやってた時ってもう J リーグあったんや、はい、ありましたありましたあった、はい、あったね、絶対なんかあると思うよ。でもキーパー小学校の時やった時はシジマールとかやっぱ好きでした。ああ、J リーグの雲とかね。はい、うん、清水エスパルスですね。はい、うん、あ、
その世代だ。僕らが高校卒業した時分に、はい、シーンの中で高校サッカーが一番華やかだった時代。そこが頂点か。頂点みたいな。ちょっと燃え尽きちゃうみたいなのがありましたね。なるほど、うん、国立目指してみんなそうそうそうやってて、高校サッカー選手権、普通向くなよ振り向くなよ、あのあれ、その大会が一番華やかだった。でもこれだからアルゼンチンはその時のあのマラドーナ以来の優勝になるわけですか、メッシがもし勝ったらそうっていうことですよね。そう、あメッシがマラドーナ超えるかっていう大会でもあるわけ。もしこれ優勝したら超えるんじゃないかなって。なるほどね。あれはちょっと注目だわ。いやということで本当にいろいろ勉強になりました、はい、これでちょっとまたワールドカップみんな楽しめると思いますので、うん、はい、ね、見に行きたいと思いますけど、ワッキーさんが何かお知らせあります？お知らせ、はい、ないですないですそうですね、うん、はい、まあ、やっぱもうみんなでワールドカップ楽しもうと。いやもう本当に、ね、楽しもう。そうですよ、楽しむしかないです、ね、はい、はい、ということで今日のゲストペナルティワッキーさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができて、トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。目の不自由な方へ音の出る信号機を。第48回ラジオチャリティミュージックソン、メインパーソナリティを務めるのは僕たちストーンズです。今回のキャッチフレーズは夢を力に。温かいご協力よろしくお願いします。ラジオリビング、前島かのアナウンサーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。日本中が注目する FIFA ワールドカップカタール2022、はい、サムライブルー日本代表のメンバー発表記者会見、うん、今も、ね、ちょっと行われてますけれども、はい、開幕までより一層待ち遠しく感じている方もね、先ほども聞いていてたくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、そんな中、うん、今日メンバー発表記者会見、うん、今も、ね、ちょっと行われてますけれども、はい、開幕までより一層待ち遠しく感じている方もね、先ほども聞いていてたくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、そんな中、うん、今日のラジオリビングは FIFA ワールドカップカタール2022公式記念純金金貨3枚セットをご紹介します。かっこいい。3枚セット。そうなんです。もう全世界が注目する4年に一度のワールドカップが、はい、もう今月20日ですね、開幕です。まあ、今回ワールドカップ史上初めて中東で開催と、先ほど大泉アナと、はい、脇さんも話されてましたけども、うん、冬季開催になるのも初めてなんですよね、うん、希少価値だけではなくて歴史的価値も非常に高い一品です。なくなり次第受付終了ですので、あらかじめご了承ください、うん、この発売枚数ですが、日本では400セットしか発売されません。で、あの日本では純金金貨1300セットの販売があったんですよ、うんうん、それに対して今回日本で買えるのが400セット、減りました。非常に少ないですね、うん、貴重じゃないですか。貴重なんですよ。でしかもリビングで再交渉して現時点でなんとか確保できたのは28セットなんです。相当狭き門と言っても過言ではないので、ぜひ早めにお願いします、FIFA ワールドカップカタール2022公式記念純金金貨3枚セット、税込み49万5千円です、そしてもう一つ、今山添さんがお持ちなんですが、超希少な純金金貨をご用意しました。優勝トロフィーが描かれたトロフィー純金金貨、こちら
およそ 31g と圧巻の重さですよ。重たいですですよね。手にずっしりと存在感もすごいんですが、あいつに持たせて大丈夫かな。ちょっと本当気をつけてください。どういう立ち方でもテレビングの方ちょっと本当気をつけてください。どういう立ち方でもテレビングの方大丈夫ですよ。もらえないんですか。ダメです。もらえるわけないですよ。ちょっともちょっととか無理だ。形状的に言われてくださいね。こちら18枚限定で税込み66万円です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です。それぞれデザインご紹介しますね、うん、まずは純金金貨3枚セット今、K さんと土屋さんお持ちですけれども、うんはい、こちらカタールを象徴するデザインとなってます、うん、まず1枚目、うん、シュートを放つ選手を中央に決勝戦の舞台はい、ルサイルスタジアムが描かれたプレイ金貨、プレイって書いてある。そうなんです、うん、背景にねあのルサイルスタジアムあるんですけども、うん、そして2枚目、はい、ボールを蹴り上げる選手を中央に、はい、巨大なサッカーボールが描かれたタレント金貨、うん、非常に細かく描かれてます、はい、これかな。そして3枚目オーバーヘッドキックを張りおよそ 7.7g、はい、3枚合わせておよそ 23g ありますからね、うん、そして1枚でも存在感のあるトロフィー純金金貨ですが、コインの中央に優勝国のみ手にすることができるトロフィー描写しています。うん、もう伝統的なアラビア風の星に囲まれた窓枠の中央に置かれてまして、一段と輝きを放ってるんですよ。うん、大きさなんとおよそ4センチでおよそ 31g と、うん、もう手に持つとずっしりですし、うん、まあ、全てに共通してこうエキゾチックな中東らしいデザインになってますので、これ見るだけでも楽しいですよね。カタールしっかり2022と刻印されてますから、ね、サッカーファンの方もちろんですけれども、金貨コレクターの方も、うん、最高のお宝になるはずですよ。はい、FIFA ワールドカップカタール2022公式記念純金金貨3枚セット税込み49万5000円、優勝トロフィーが描かれたカタール2022公式記念純金金貨3枚セット税込み49万5000円、優勝トロフィーが描かれたトロフィー純金金貨こちらは税込み66万円です。先ほども申し上げましたが、うん、数量限定ですので、うん、お早めにどうぞ。関東1都6県は送料無料、お届け返品などについてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までぜひどうぞ。相島かのアナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、借り入れが少なかったため自分には関係ないと思っていました。それでもあの日はなぜか間違っていてもいいかという気持ちになり電話をしたんです。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このお金は家具や布団の買い替えに使います。このようにクレジットカードのご利用経験者に過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか、今すぐ無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。司法書士の田中修平。夢を抱き情熱を持ってひたむきに頑張る人を、女優田中道子と若き経営者平田恭平が応援していく番組、ヒップスタイルプレゼンツビッグエールは毎週木曜日夜9時20分オンエア。乾きみこです。翔太さん、水曜日バリーに女優の宮本麻由さん登場です。宮本麻由さんはね、太宰治の斜陽を描いた最新映画鳩のごとく蛇のごとく斜陽で主演してるんですけど、この映画僕も出ています。明日水曜11時半ラジオビバリーヒルズは宮本麻由さんだよ。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。この時間は
きっかけコミュニティがお送りします。日本放送ザ・ラジオショーデイリースペシャル。産経新聞が作ったインターネット上のファンコミュニティきっかけコミュニティの登録者と様々な話題を話すことで毎日が楽しくなったり世界が少し広がったりするようなきっかけを一緒に見つけていけるウェブサイトです。このコーナーではそのコミュニティサイトきっかけに引っ掛けてリスナーのあなたから様々なきっかけを募集しています。今週は文化祭学園祭を楽しんだきっかけを送ってもらってます、うん、番組メールとともにコミュニティサイトきっかけ内でも皆さんのエピソードを募集してます。早速ご紹介していただきましょう。けいちゃんお願いします。はい、きっかけコミュニティへいただきました。ラジオネームうさみらくさんです。クラスでチョコバナナの模擬店を出しました、うん、当日家庭科室で下準備を始めたら男子がチョコレートを直火にかけてしまって、うん、食べられる状態ではなくなってしまい足りなくなってしまったチョコレートを急いで女子が買いに走りました。男子がおろおろする中バレンタインのチョコを作ったことがあり失敗経験も豊富な女子たちは冷静だとても作ったことがあり失敗経験も豊富な女子たちは冷静だとてもかっこよかった思い出があります。そうか、チョコレート直火ってどういうこと？あーもうダメだ男子は。え男子はだからダメなんだよ。何がいけないの？いや直火でダメだ。火にかけて溶かすんじゃないの？え男子はチョコはボウルに入れるんですよ。で湯煎するんですよ。あ、直火でやっちゃダメなんですよ。お湯をあったかいお湯に。お湯に、ボールを浮かべて、その中で溶かすんですよ。あ、もんじゃみたいにしたらあかんってこと？もんじゃみたいにしたらダメよ。違うのよ。土手作って。うん、違うのよ。土手作ってガチャガチャガチャってやらないのよ。あ、そうなんだ。そうですよ。うん、やっぱりそうだね、分からないね、だからそうやっちゃうんですよね。これ溶かしといてって言ったら溶かしてっつったらもう加熱だから直火でいっちゃうんでしょうね。強火で強火でもう絶対ダメだよ本当に。あ、そうなんだ。絶対ダメだよ本当に。あ、そうなんだ。いやこれはあるでしょうね。でもチョコバナナってやっぱ無性に食べたくなるもんね、うん、なんかね、お祭り本当にチョコのつぶつぶついてるやつ、ね、そこなんかもうねスプレーちょっと なんとかスプレー、うんね、ついてるやつ。あんなの家ですぐ作れるのにね。そうだね。食べたくなっちゃうんですよね。なんかね、欲しくなっちゃうんだろう、ね、いいね。さあ続いてこちらもきっかけコミュニティよりラジオネームあゆさんです。学生時代の文化祭は楽しかった。生徒たちで作る食堂やお芝居、そのクラスで作る展示物と、うん、最後に生徒みんなで一緒に踊るフォークダンスが特に記憶に残っています。一曲を踊るのではなくて何曲も何曲も踊りました。これは思い出になるな絶対、ね、小学生の時とかはなんかフォークダンスみたいなのさせられたけど、ね、中高でフォークダンスってちょっとドキドキしちゃいます、うんうんうん、ちょっとなんか恥ずかしいってねえ、ねちょっとなんか恥ずかしいって、うんうんうん、ねえ、あの子と当たりたいけど、うん、当たりたくないみたいな。そうだね。そうそう、結構ドキドキする。海外とかだったらなんかそういう、なんか海外ってそういうのありますよね。なんかその誘って、ね、誘っていくやつ。プラム？プラム？プラム？あるよね。なんかありますよね。なんかその向こうのなんかありますよね。ひらひらのロングスカートみたいな。でそうなんかで男の子が女の子にこう声かけてみたいな海外ドラマでよく見ますよね。サスペンダーつけててですよね男はね。サスペンダーつけてるかどうか人によって。絵は浮かんでるんですけどね。それぞれの絵は浮かんでる。そうですね。なかなかドキドキする。中高ではなんかそうだね、うん、ちょっともう自分のなんか体臭とかもなんか気になるくらい年頃だしさ、ね、手が汗でベタベタしてるかなとか。そうだね、うん、すごい、そんなのあるんですね文化祭で。めちゃくちゃドキドキすると思うわ、うん、でも楽しかったってことはやっぱいい思い出なんですね、うん、そう、水餅を販売した時したことです、うん、所属していた部活の伝統なのですが2日間で2000食ぐらい売れるので朝6時から作っていました。中学高校の6年間楽しかったです。2000食すごいですね。餃子の王将の単位確かに学園祭のね文化祭の単位じゃないよ ねすごい売り上げなんじゃないこれは。部活の活動資金とかになるんですかね。そんな感じだったな。なんかやっぱあそうでした。もうやっぱ大学学祭は、うん、そのお知見で、うん、なんか駄菓子屋さんやってたんだけどね、はい、もう結構その、 資金で売り上げで結構1年間やってたような気がする、うん、
わらび餅もすごいセンスいいですね。そうだね、食べたくなりますね。確かにね、あんまり見ないよね。作れんの、そんな部活のなんか模擬店レベルでね。確かに、どうやって作るの、ね、難しそうじゃない。なんか業務用の粉みたいなのを買うんですかね。あ、うん、なんか模擬店とかってやったことあります？やだ、模擬店とかってやったことあります？やだ、本当そう、駄菓子屋さんが一番楽なのよ。もう、まあ、そうですよね。仕入れてきて、そうで結構売れるから、問屋さんみたいなところから安く仕入れて売るってことですよね。作んなくていいからね。蒲焼さん太郎50円で売るみたいなことですか？そんな悪どい商売しないですけど。あ、違うんですか。まあでも多少は大丈夫だ。やっぱあれかな、値上げしてたかな、じゃなきゃ売り上げ出ないもんね。そうですよね。そうですよね。高校卒業なんで最終学歴、うん、なかったですね。高校の文化祭とか学園祭の思い出は、模擬店なんてあった記憶ないですよ。高校やんないか。私もでも中高だ、ほとんど覚えてない。クラスで何やったことか覚えてないですね、うん、ですよね。大学のイメージがすごいあります、模擬店って。大学で、はい、学園祭行っていいなって思ってるん、なんかね、はい、やっぱ多分その食事系を出すのもなんか多分大学から、うん、いけるんじゃないの、わかんないけど。でも高校の時ぐらいから、うん、その女子校の学園祭に行くみたいなのなかったですか、男子たちが。ああ、あった近くに。なんかね、ちょっと行く勇気なかったけど。僕も行く勇気なかったです。うん、恥ずかしくてはいた。勇気のない男たちだ。なんかそういうの話してる男子たちいましたよね。あそこにすげえ可愛い女の子がいるらしいから見に行こうみたいな。ものすごい悪いことしに行く顔してた。とんでもない、なんか犯罪を犯しに行くような顔して行こうぜって言ってた。なんか声かける勇気ないくせになんか企んでましたよね。そういうやつは。すごい罪悪感あったわ。さあ、じゃあ、さあ、まだ行けますかね。うん。あ、OK。あ、はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、来週からも、リスナーのきっかけエピソードを紹介していきます。来週のテーマも文化祭学園祭を楽しんだきっかけです。皆さんのきっかけとエピソードを書いて番組までメールをください。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242番組までメールをください。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com 件名にきっかけと書いて送ってください。そしてコミュニティサイトきっかけ内でも皆さんのエピソードを募集しています。まずきっかけコミュニティと検索をします。トップページの中にあるあなたのきっかけ教えてもらいましょうのパートから投稿大募集と書かれた最新の投稿テーマをクリックし、コメントするから投稿できます。ナイツザラジオショーのロゴが目印です。なお投稿にはきっかけへの会員登録が必要です。このコーナーでメール投稿が採用された方には番組ステッカーときっかけオリジナルグッズのスマホクリーナーをセットにしてプレゼントします。以上、あなたのきっかけ教えてもらいましょうでした。はあ、なんかつまんないな。ここ数年で人とのつながりも減ってしまったし。そんなある日、とあるコミュニティサイトで普段感じてることをつぶやいたら、共感してくれる人らもっと共感の輪が広がった。参加企業のイベントも体験した。そうしたらいつの間にか社会の出来事にアンテナを張るようになっていた。一つのきっかけで私の毎日が生き生き動き出してきた。最近かなり楽しいかも。そんな思いを生むきっかけになりたくて、産経新聞社のコミュニティきっかけ登録は無料です。詳しくはきっかけコミュニティで検索。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。この時間はきっかけコミュニティがお送りしました。時刻は2時52分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。トヨタ自動車が今日発表した今年9月の中間連結決算は、純利益が前の年の同じ時期、中間連結決算は純利益が前の年の同じ時期より 23.2% 減った1兆1710億円で、中間決算としては2年ぶりに減益となりました。売上高は 14.4% 増えた17兆7093億円で過去最高を記録しました。円安ドル高が売上を押し上げた一方、原材料価格の高騰は逆風となりました。次に、短文投稿サイトを運営するアメリカのツイッター社の経営陣が交代し、買収した起業家のイーロン・マスク氏が CEO 最高経営責任者に就任したことが31日分かりました。
また他の取締役を解任してマスク氏が唯一の取締役となりました。マスク氏がツイッターの経営を支配し改革を加速させるのが狙いとみられます。マスク氏は31日唯一の取締役となったことについて一時的なものだと投稿しました。アメリカのワシントンポストによりますと、マスク氏は従業員、日本郵便は来年の干支のウにちなみウサギが餅をつく絵をあしらったものなどを用意しました。販売に合わせて東京中央郵便局では地元の小学生が年賀書きの購入を模擬体験するイベントを開催しました。イベントに参加した小学生です。おじいちゃんとかおばあちゃんとか、あと友達に送りたいと思います。学校とか家とかであった面白いこととかを書きたいなと思います。友達とか担任の先生とかに渡したいなと思います。年賀状にくじついてるって思わなかったか、ちょっとびっくりしました。配達の受付は来月15日からで、元日に届くようにするには来月25日までに投函する必要があります。お年玉くじの抽選は来年1月15日に行われ、一等の商品は現金30万円などから選べるということです。年賀書きの当初発行枚数は前の年と比べ 10% ほど減ったおよそ16億4000万枚と12年連続で行われ、一等の商品は現金30万円などから選べるということです。年賀書きの当初発行枚数は前の年と比べ 10% ほど減ったおよそ16億4000万枚と12年連続で減少し、記録が残る2004年用以降で最も少なくなっています。おしまいに、愛知県長久手市の愛・地球博記念公園に今日ジブリパークがオープンしました。隣のトトロなどスタジオジブリの名作の世界観を表現した展示を歩きながら楽しむことができる自然と調和したテーマパークで、2005年の愛知万博の跡地を活用しました。今回オープンしたのはジブリの大倉庫、青春の丘、それにどんどこ森の3つのエリアです。このうち主要エリアになるのはおよそ9600平方メートルの屋内施設ジブリの大倉庫で、天空の城ラピュタや崖の上のポニョなどの名場面を歯に入り込んだような写真を撮れる特設セットが目玉です。初日の今日は抽選で選ばれるなどしたおよそ5人予定で、ジブリの大倉庫の前では家族連れやジブリ作品に登場するキャラクターに扮した衣装の来場者が列を作りました。この時間のニュースは以上です。遠藤さんでした。ありがとうございました。東京国際映画祭フェスティバルアンバサダーの橋本愛です。10月24日から11月2日まで35回を数える東京国際映画祭が、昨年に引き続き日比谷、有楽町、丸の内、銀座地区にて開催中です。詳しくは東京国際映画祭特設ホームページをご覧ください。はい、メール来てますか？はい、来てます、はい、あ、いいですか、うん、ラジオネームアジ、先ほどラジオショーのツイッターに上がった土屋さんの写真が少しだけイケメン風でかっこよかったのですが、気のせいでしょうか？早速山添さんのアドバイスが生かされたのでしょうか？え、なんでそんな写真撮った？だって、あのいつも通りのだって記念撮影風刺、うん、お二人とも入れてくれはったんかな。もう一つ来てます、ね、ラジオネームウェーバー、はい、山添さんラジオショーのツイッターに土屋さんの写真がアップされているのですが、うん、山添さんのアドバイスをちょっとだけ取り入れたか取り入れてないかくらいの感じの写真でしたまだまだ伸びしろがありそうなので、あ、いいね、あ、本当だ、あ、でもなんかこれいつの間にめっちゃいいっすよ。こういうこと、こういうことでしょ、こういうことです、そういうことでしょあ、いいじゃないですか。いいね、なんか、ぽいね。あ、なんか、ぽいぽい。真剣にラジオやってる、みたいな。これです、これです。いや、やってるわ。まるでやっているかのような顔してる。やっぱ正面ピースよりもこっちの方がかっこいいです。確かに。こっちか。撮るよじゃなくて、やっぱさりげなくパッと撮るのがいいんだ。あ、そうなんだね。すごい、いい写真。これはちょっと取り入れて、ぜひ、花さんもやっていただきましょう、明日から。そうですね、次回から。ね、あ、Kさんにも来てますよ。はい、ラジオネームガーゴイル、うん、K さん一緒にしないでください。僕は男ですが、うん、チョコを湯煎することは普通に言います。そいつらが変なだけです。そいつらはチョコを甘くて硬いものとしか思ってないんです。我々は湯煎を知っている男子みんなじゃないんだ。そうだ、一緒にするなと知ってる男子も。だからやっぱその差だよね。だから女の子がさ、バレンタインチョコくれるのってどうせ溶かして固めただけだろうみたいに思ってるようなやつは直火にかけるんですよ。それを、これ湯煎っていう気持ちを知ってる人が、そんな一手間あったんだね。そう、ありがとうっていう、本当です、はい、そいつらが悪いんです。もう少し勉強します。すいませんでした、すいません、本当にね、
告知を。いいですか、ラジオネーム、うん、狼の森さん、うん、J リーグチップスは各チームのキャラクターのカードだけ集めてました。顔がサッカーボールのキャラのカードだけ手に入らなかった思い出がありました。 あったね、サッカーボールのやつね、はい、なんかマントみたいなしてね、してた、なんか王様っぽい、はいはい、あれなんだ、あれ今もう使ってんのかな、あれ J リーグの、あれどうなんだろうね、キャラクター一切見ないよね、見ない。Jリーグのキャラクターなんですか。 J リーグのキャラクターだったと思ったから、はい、J リーグのでも うん、チームですか、あれチームじゃないでしょ、チームじゃないですよね、うん、J リーグのキャラなんだ、そう、うん、誰に聞いてんのずっとなんかこっち向いて。それでは家族会議を始めます。はい、枝豆に一票、取れたては味が違います。おつまみにしたいだけでは。ミニトマトかわいい。ミントに一票。ハーブとか腹の足しにならないぞ。ヤジは禁止。ミニトマトかわいい。家庭菜園始めるならカンネのタキイ。タンタタタン、日産タンタン、日産タタンタンタンタタンタン、日産日産タン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 、日産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 タン、クリニック、日産クリニックへゴー。ザ・ラジオショー三時です。日本放送ナイツザラジオショーをお送りしております。さあこの時間のお天気、けいちゃんお願いします。はい、東京地方今日の天気は曇りのち一時雨、日本放送屋上の温度計は 17.1 度、湿度は 61.7%、 関東は雲に覆われ、群馬や埼玉県、茨城県の沿岸部などところどころで雨が降っています。今夜は広い範囲で雨が降るでしょう。外出中の方はお気をつけください。以上天気予報でした。はい、ありがとうございました。さあここで日本放送からのお知らせです。目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティーミュージックソン、1975年からスタートし、おかげさまで今回で48回目を迎えました。来年の1月30日で48回目を迎えました。来年の1月31日まで3ヶ月間にわたりチャリティーキャンペーンをお届けしていきます。今年も12月24日土曜日正午から翌日25日日曜日正午まで、ラジオチャリティーミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りします。メインパーソナリティは昨年に引き続き人気グループストーンズの皆さんです。3年連続でメインパーソナリティを務めさせていただきます、ストーンズの田中樹です。リスナーのあなたと共に学び、考え、行動していければと思います。今年もチャリティーキャンペーンへのご協力、どうぞよろしくお願いいたします。第48回のキャッチフレーズは、夢を力に。混沌とした時代だからこそ、それぞれが抱く夢をまっすぐに応援していきたい。そんな思いをキャッチフレーズに込めました。募金は来年の1月31日まで受け付けています。ぜひ、キャッシュレス募金でも皆さんの、ご支援、ご協力します。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。ここで電車の情報です。小田急江ノ島線は大和駅と桜ヶ丘駅の間で発生した人身事故の影響で、大和駅と長後駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。小田急電鉄によりますと、運転再開の見込みは立っておりません。ご利用の方はご注意ください。ZOO! 今でも鶏に触れ合うこともあるわけですか？毎日のように鶏の世話してます、私自身も。大学で？大学で、はい。現在は1500羽ぐらいしかいないんですけど、研究にも聞いていました。辛坊治郎ズーム、今日午後3時半から。お聞きの番組は FM93、AM1242。ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ラジコで聞いても、日本放送です。それではコーナーに参りましょう。お願いします。山崎圭、男と女のあれこれ。さあこちらは男女の関係における難解のあれこれにお答えするコーナーです、はい、どんな関係性でも男女の心のもつれをご相談ください。はい、よろしくお願いします、はい。
ラジオネームポピーライダーさんです、うん、最近よく行く居酒屋さんに、うん、パフュームのノッチさん似の店員がいます。行くたびに似てるなと思うんですが、うん、もし似てると言って微妙な反応だったり裏でこそこそ言われたらどうしようと思ったらなかなか言えません、うん、芸能人に似てるって言われたら嬉しいですか。これ嫌だっていう人もいるんですよね。あ、そう、たまに女の人で似てるっていうのすごく嫌っていう人、反応に困るっていう人がいそうですよね。ああ、そうだね、ウレキモみたいな、そのいいね、そのイケメンとか綺麗な人に言われたとしても、うん、確かに困るっていうことで嫌がるのか。私でも居酒屋で働いてた時に、うん、あの山口智子さんに似てるねってお客さんに言われて、うん、死ぬほど嬉しかったです、ね、うん、何杯飲んでるかによりますね、その人は。まあ巨峰サワーのこと巨乳サワーって言ってたっけどね。智子ちゃん巨乳サワー一杯もう回りきってるよ、結構回りきってる。それでも嬉しかったんだもんね、うん、私は嬉しかったです。嬉しかったんだから、うん、まあ、じゃあ言った方がいいのかな、うん、まあその人にもよるっていうのはあるかもしれないですね、うん、言われる側と、あとその人に似てるのどうなのみたいなのとか、うん、難しいところです。逆じゃないですか、そのなんか似てるって言われる芸能人とかいます、うんうん、なんか誰か似てるなと思っ て、 あ、そういう向こうが言ってきたら、あ、やっぱり、いや、ちょっと思ってたんですよねって向こうに言わせて乗れば、でも言うかな自分で。そうですよ、世間的に綺麗な人自分から言いにくくないですか。そう、パフューム の、 あのノッチさんって言われるんですよ、って言うかな。言わない。でもしそれを自分から言って相手が思ってたリアクションじゃなかった時恥ずかしいじゃないですか。そうね、はい、あそっちかっていうのだったらね、恥ずかしいから、うん、お二人は嫌ですか、言われたら。いや、誰かに似てるねって言われることないからな。でもリアクションが困るなですね、やっぱりね。あ、そう、はい、なんか僕よくあの元彼に似てますっていう、あ、どう思ったらいい、知らないよみたいな、はい、そう、俺もそのいただくファンレター大体その、うん、あの私の担任の先生に似てますとか、ありがとうございますではないじゃないですか。それ一番困りますよね、うん、友達のお姉ちゃんに似てますとか、ね、私もめっちゃ言われますけど、そうだね、それは一番困る、うん、それよりはやっぱ嬉しいと思うよ、ね、嬉しいと思いますけどね、ノッチさんに似てるって言われたら、ね、そうですね、うんうん、言ってみてもいいと思いますけどね。そうそうそうけど、あと他 の、 あの店長とかに言うか、うん、あの女の子さ、ノッチに似てないみたいな感じで店長から生かすか。あ、なるほど、あ、なるほど、うん、直接言わないっていうパターンもありますね。その子が言って大丈夫な子かは店長が知ってるか、かっていう、うん、それからもうこっちの接客来てくれなくなったりとか、要注意人物みたいな、ね、要注意人物みたいになんか回ってたら、ね、さあ続いてラジオネーム波乗りトマトさんです、うん、女の人ってなんであんなに運転に消極的なんですか。自分から運転しようかなんて聞いたことないよ。妻もだし母もそう、うん、免許持ってるならたまには運転してくれよって感じ。ただの身分証になった金色の免許が眩しいよ。世の中の男全員金色の免許が眩しいよ。世の中の男全員運転好きじゃないんだから。これはごめんなさい。いや、そうね、私もそうです。ケイちゃんもそうだし、もううちのかみさんも、はい、だって結婚した後に、はい、あの免許取りに行って、え、奥さん、そう、でそっから一度も乗ってないのよ。なんで取ったんだよ。取ったのにっていうのがもう本当に分かんない。確かに。その億劫な気持ちってどういう気持ちなんですか。やっぱ好きじゃない運転が怖い。あ、怖い、うん、怖いでしょ。私はやっぱ好きじゃないです。でに下手なだってことが自分で分かるから、やっぱ乗ってるだけのが楽じゃん、うん、当然、まあね、やっぱ最初はみんな怖いからね、うん、まあね、言ってもでも好きな人もいるじゃないですか。だから確かに男の人は好きだと思ってるかもしれない。この男みんな運転好きなわけじゃないんだからって波乗りトマトさんが言ってるけど、女の人はでも男の人ってほら運転好きって人多いじゃんみたいな感覚。それは勝手な話よ。その好きでしてると思われてるわけでしょ、だから、うんうん、ね、だから男の人が女の人に、大体女の人って料理作るの好きだと思ってる、すごく苦痛で作ってる人もいるんで、うんうん、私料理とか全然苦痛じゃないですけど、うん、運転はもう絶対できればしたくないんで、うん、その辺が好きなんだと思い込んではいるでしょうね。なるほどね。多分ね。でもやっぱなんかこう自分がお酒飲んだ時に運転してくれたりとか、うん、してくれるとありがたいんだけど。確かに奥さん飲まないですもんね。そうなのよ。うん、神さんが運転したらもう
万事解決するんだけど。そうですよね。それなかなかでもやっぱり、ね。嫌なんだな。怖いって言ってる人に対して無理強いはできないからね。まあそれに乗るのも怖いですしね。そう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 。うん。やっぱりちょっとあるな。ヒョンデさんでも免許持ってないですから。あ、僕も無免許なんです。あ、そうなんです、ね。はい。だ持ってないっていいっすよね。そうだね。もう持ってないわ。一番強い。どうしようもないもんね。でも僕、お酒から。そうなんだよ。あの同期とかそれこそ経営さんとかにも、うん、免許取れってめっちゃ言います。お前が運転しろとは思いますやっぱり。本当だ。だからね、送り迎えできるやつではあるんですよ、うん、そうなんだ、はい、あ、お酒も我慢できるんですよ、うん、飲まない乗らないなんだ、ね、飲まない飲まない飲んだら飲んだら乗るなじゃなくて、うん、あ、飲まない乗らないんだ、うん、さあでは本日の結論をまとめます。はい、〇〇さんに似てますねは直接言うよりも誰かを通じて伝えてみよう。土屋さんも山添も誰かしらによく似てますよね。それが困るの。誰かに誰かを言ってほしいの。そうですね。せめてまとまってから言ってほしい。なんかそうなんだ。誰かに誰か誰だっけ、誰かに似てんだよ。なんでこっちが協力せなあかんのか分からない。一緒に思い出すな。一緒に思い出す作業しなきゃいけない。さあというわけでこちらのコーナーではメールをお待ちしております。宛先は rs@1242.com 懸命に男こと女と書いてください。お待ちしてます。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10 10-10-10、 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。車を高く売りたい方、車高く売れるんです。え、とにかく簡単に車高く売れるんです。え、なんで？車高しのサイトを使えば車高く売れるんです。高しのサイトを使えば車高く売れるんです。車高し？車高しは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分あなたの車の情報を入力、それだけで最大8社の買取店の査定額が無料でわかる。あとは一番高いお店を選ぶだけで車高く売れる。そう、車高く売りたいなら車高しで検索。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたにが戻るのか、無料で確認できます。代表は、法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は、100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。番組は FM93AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。さあメールを読んでいきましょう。はい、ラジオネーム、あ、抹茶オレさんですね。はい、ワッキーさん帰った瞬間、うん、ワールドカップの話一つもしなくなりました、ね。本当にさっき代表発表されました。そんなことないです。興味持ってますよ。興味持ってますよ。興味持ってますよ、ね、同じ番組です。
そうなんですよ。間の時間にね、ひとしきり喋ったりしましたね。ちょっと話しましたけどね、はい、そうそうそう。なんかあの J リーグの、なんかね、あの、なんかキャラクターあったねとか。そうそうそう、今、土屋さんもクラブチームの話をされてました。クラブチームの話とか、うん、ね、ちょっと聞いてみたりとか。そんなにドライに映ってたんですね。確かに。仕事だからやってたぐらい。そうだね、うん。うん。ちゃんと興味ありますから。大丈夫ですよ。ね。メールじゃちょっとまあメールももうサッカーが手元にないいですか違う話になりますけど。リスナーもあれですかもうサッカーの質問とはないですか、はい、なくなっちゃったんですけど、ねラジオネームブサイクルショップさんです、はい、先ほどの芸能人に似てると言われると微妙かどうかの話ですが、地元の老舗のブティックを経営しているおばあさんがめちゃくちゃザジーさんに似てるんですが伝えてもいいですかというよくないなとよくないそうですよね女性に男性に似てるは言わんでいいと思います、まあ、ね、あ確かにね、うん、そうだね、あだってあのちょっとずれるかわからないですけど、うん、お子さんに、うん、男の子か女の子かわからん時って女の子で行った方がいいって言うじゃないですかっていうよね、あなるほどね、はい、あま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 あ多分未だにそれはちょっとあると思うから、ね、確かに男の人にあの女優さんに似てますねはそんなに嫌じゃないかもね、嫌じゃないと思う、うんうん、でも私の友達でキムタクにすごい似てる友達がいて女の子で、うんうん、それキムタクに似てるっていうのを喜んでたよそこまでいかんと。そこまでいかんと。国民的イケメンまで行くと、うん、ってことか。うんうん、そうか。少なくともザジーはないよね。そうですね。ザジーで。そうですね、ないですね。男の中で女性は美しいものっていうのがあるけど、うん、女性の中で男が美しいものっていう意識あるかって言ったらないじゃないですか。まあそうね。うんうんこれはじゃあ伝えない方がいい。いいと思います。やめときましょう。ザジーは男の中でも美しくはないんで。そうなの。男の人にも言わない方がいいかもしれない。美しい、なんか、蝶々に見えないこともないんだけど、ね、ザジーって一瞬、なんか綺麗な、ねうんうん、着物に映るんだけどね、うんうん。あ、じゃあいいですね、はい、こちら、ラジオネーム、にぎりどりさん。うんツイッターにアップされる写真がおしゃれな感じになり何よりですが先ほど再度アップされた土屋さんの写真はお肌の血色が悪く心配になります、はい、個人的には文字の後ろに笑いが入っているの好きですよおばちゃんだからですかね、うんうん、ああ、なるほどちょっとな血色悪い写真もあったあ本当ですかで今までの感じはやっぱり応援されてる方もなるほどね、やっぱり味で好きだよってそうなんやっぱ世代的に確かに、はい、大地さんにはもうおしゃれ求めてないとかケイちゃん言うね結構一瞬の中刺しに来たのなんかあんまりおしゃれを求めてるそうではなさそうじゃないなんかちょっと恥ずかしいでさっきの写真でおーって言ってたら恥ずかしいじゃんちょっとさっきのめっちゃいいですよねさっきの良かったですけどねなんかちょっといいのかなって思ってたのがさ自然恥ずかしいじゃんそんな言われたらでもう一個ね、はい、ツイッターで来てます、うん、アーノルドさん、うん土屋さん、はい、今すぐラジオショーのツイッターを見てください、うん、ラジオショーのツイッター担当の人が何かを掴んだようです、うん、えセピア風にしていましたただもうここまで行くと本当もうここまで行くと調子乗ってる感じがして僕は嫌ですそうです行くとちょっと、うん、嫌悪感になってくる番組によってやっぱ塩梅があるんやそうだ ねやりすぎっていうのはあるんだねあそうかちょっとそうだなあのセピア色の加工はやりすぎかもなちょっとそうっすねさっきラジオショーで俺エゴサーチしたら、うんうん、あのナイス山添よくやったっていうコメントありましたあ本当にいろんな写真見たかったっていうあ確かにね、はい、ダサいとかあのダサくないとかじゃなくていろんなパターンの写真が見たいんだ、うん、思ってたんだねリスナーも、うん、確かになるほどじゃあちょっとこれじゃたまに取り入れるっていう感じで、はい、そうですねよろしいですかうん何かあの、ね、セピアとか、うん、そう加工はなしで、うん、自然体のいろんな角度、うん、そうだね、はい、あだんだん分かってきた放送中に分かってきた、うん、それはでも結構そうやっぱ写真についてメールも来てまして、うん、ラジオネームトリケラトプスさんです、うんラジオショーの写真が少しずつ良くなってきているので、うん、これからさらにおしゃれになるのが楽しみです、うん、でも山添さんは先週自分のラジオの写真を結局うまく撮れてなかったのでアドバイスをするというお前が言うなというメールをお前が言うなだね、まあ、もう早くにこの壁にぶち当たったものとしてね、うん、あと一応アドバイスをさせていただいたんですけどすごい僕はそれもスタッフさんに言って、うん、お前かっこよく撮ってくれって言ったら、うん放送中にあの一眼レフぐらいもうすごい、めちゃくちゃレンズまで長いような
借りてきましたって言って持ってきてくれて、うん、それで本気でも僕撮りますって言ったんですけど、うんうん、照明どんどん消してってこっちの方がいい言うて最終的に真っ暗やったんですよ。確かに光の感じは大事だよね、うん、暗くすればかっこいいのかなっていう、これが一番いい。暗すぎるでしょこれ。全然見えないじゃん、邪魔全然。そうです、夜道じゃんこれ。いや本当に何がいいのか分からなくなってきましたって。本当夜道の月明かりですよね。本当本当。これじゃ分かんないで誰が映ってるのかすら、やりすぎだこれは。いやそうなんです、これやりすぎなんです。難しいな。カメラを質上げたらいいかってそういうわけでもない。そうですね、さっきのは、ね、はい、セピアにしなくても別にこうスマホだったし、はい、と赤坂のラジオの方も、はい、一時期なんかプロデューサーがちょっと一眼レフみたいなので撮ってくれてたのよ、うん、でもそのインスタチェックしたら、うん、大体出水さんしか映ってないんだよね。結局被写体なんだよね、うん、結局。なるほど。出水さんを綺麗に撮りたいから一眼レフ買ったんだ、あの人。ナイツ撮る気なかったと。へぇ。写真は期待していただいて、じゃあ、はい、この後は、日本チャレンジアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート。この時間は田中貴金属グループ三井住友海上がお送りします。あ、財布にお金がない！という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り、ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ ATM ならローソンへ。ありがとうよりも愛してるよりも嬉しい5文字が人生にはある。て、い、ね、うん、ぴ。ガソリン車より低燃費、お財布に優しいトヨタプロボックスハイブリッド、全てのトヨタのお店で。冷蔵庫のシュークリーム食べた？うん、4つもあったんだけど。4って四捨五入したらゼロだからね。やっぱ食べたでしょ。たかが4つのシュークリームがあるとかないとか、こんなスケールの話やめよ。何せカローラは5つのスタイルへ。トヨタカローラシリーズは全てのトヨタのお店で。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。1時からお送りしてきました日本放送ナイツ・ザ・ラジオショー、はい、あっという間にお別れのお時間となりました、うん、さあ今日はね、山添君に最後までお付き合いいただきました、はい、ね、いかがでしたか。いや楽しかったです、うん、よかった。お久しぶりで、なんか花輪さんいい日に寂しさ、うん、やっぱ最初あったんですけど、うん、お会いしたかったなっていう、うん、でもびっくりするもんで、うん、オープニングトークやっぱ10分ぐらいうわーって1回3人でわちゃわちゃしたら、うんうん、もう花輪さんのこと忘れてました。いやいやいや、もっと会いたい気持ち、うん、会いたかった気持ち残して3時半まで迎えるべきやのに、1時10分ぐらいにはもう確かに早いっすね。楽しいってなっちゃってて、怖い早さだよねそれね。怖いっすね。忘れちゃう、うん、10分で忘れるのはちょっと怖い配送だなと思って。1個だけ、うん、来週にお願いを。おうおういいですか、はい、花輪さんのかっこいい、うん、いつもと違う写真をツイッターにお願いします。そうですね、はい、確かにね。そうだね、はい、いやこれちょっと今日ね、うん、俺のやつ撮ってもらって、はい、明日からできますからね、まあ、明日もあるから、まあまあ そ, うね、それか K さんが、うん、こうなんていうんですか、音が入ってない時の自然な土屋さんと花輪さんのとここそっと撮ったりとか。ケイちゃん写真は得意？写真めっちゃ下手です。本当だよ。でも撮ってなんかケイちゃんからの角度で、はい、撮ったら、ね、いい写真撮れるかもしれないと思う、はい、でお二人にバレへん方がいいと思うんですよ。なるほどね、バレずに撮るカシャってならないアプリでね。そうだね。あなっちゃんはめちゃくちゃ撮るから。あいいね、なっちゃんは本当にもうそれこそ勝手に俺がアイス食べてるところ撮ってるから。ああいい、うん、なるほど。そういう写真あげてもいいかもしれない、うん、そうかも、やっぱ、うん、ファンを増やすためにも。そうですよ、うん、やっぱこうもっと増えますから聞く人。確かにな、はい、ね、うん、そうです。これアドバイスいただきました。いいこと教わりましたね。長谷君に、はいはい、ラジオは写真だと。ラジオはもう写真なんだよ。聞いたことないんだよ。あともうずっとジングル流しててもいいんで。ちょっとおかしいんだよ。成立しないんだよ、うん、ということで、はい、明日のゲストはゴージャス
ですね、うん、で来週火曜日のゲストはトータルテンボスのお二人ということになります、はい。最後にメールね読ませていただきます、うん、島猫聖火さん、ワッキーさんの本格サッカートークに対して、うん、ウイレ知識で挑む山添さん、キャプツバの話題で食い下がる土屋さん、ちょっとオフサイ気味でした。もっとマイボーしてください。確かそうでしたね。僕もなんで途中で何の話してんだろうって思いながらキャプツバの話してましたから。まあでもなんかちょっと変則的でしたけども、ね、はい、はい、山添君も本当にありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔いたしました。ここまでの相手はナイツの土屋信之と、スタート山添健人、山添でした。また明日。